ニーゴの楽曲マジでいいよね。この音楽も新ソング？あ、違うのかな、わかんない。よし、やっていこう。なんかチアフルイベントはさ、新ソングじゃないとか聞いたな。放課後。あー、夕暮れね。参考書はこの本棚かな。参考書？何の参考書？先生が勧めてくれた本、どのあたりにあるんだろう。人間の頭蓋骨のはめ方みたいな。右左。見つからない。もしかしたら別のコーナーにあるのかな。このさ、キョロちゃんみたいな見方いいよね。知ってる、キョロちゃんってチョコボールね。早く見つけないと。帰りが遅くなったらまたお母さんに心配かけちゃうし。真冬母は何なんだろうね。あれ一番モンスターペアレントじゃん、この世界では。誰よりもモンスターペアレントしてるじゃん。まあ職業はさ、モンスターペアレントならわかるんだよ。お母さん、私がフェニラに行った日からいろいろ聞いてくるようになったな。なんで？フェニランマニアかな、実は。遅くなった理由とか、誰と一緒にいたのかとか。パパラッチしてたね、多分、真冬ママ。私がもしに行かなかったから心配してるだけだよね。なんか真冬にさ、もし彼氏とかできたらさ、キーって言って、もう鬼の形相でさ、角生やしてこっちに向かってきそうだよね、デート中も。だから映画館で、例えばデートしてる時にもうそのドリンクを置く場所に座っちゃうみたいな、そういうのもありそうだよね。邪魔したすぎて。うん、早く探そう。あ、そうだね。かわいい、キョリキョリ。偉大な参考書はこっちの棚にあるみたい。この辺りを探せば。うん、何？聖火看護大学過去問題集。看護大学。あ、看護系行きたいの？真冬。へえ。電話。あ、そうだっけ、看護系行きたいんだっけ、真冬。あ、違うよね、音楽系だよね。ああ、すごい、顔は変えなくていいよ、別に。はい、どうしたの、お母さん。多分もう癖がついてるんだろうね、その表情筋まで変えないと対応変えられないっていう。真冬、学校は終わったの？あ、急にごめんなさいね、予備校がない日だから。真冬の好きなおやつを用意してたのになかなか帰ってこないから気になっちゃって。予備校がない日だから真冬の好きなおやつ用意してたのに。何？おやつで釣ろうとしてんの？心配かけてごめんね。真冬はそんな低予算の女性じゃないよ。学校は終わったよ。今は昨日夕飯の時話してた先生おすすめの参考書を買おうと思って本屋にいるんだ。なんか窮屈だろうね、本当に。あら、そうだったのね。ふふ、偉いわね。うるさい。でもそのことなら大丈夫よ。その本ならさっき近所の本屋で見かけて買っておいたから。あ、犯人はあなたか。そうなんだ、見つからなくて困ってたから助かったよ。ありがとう、お母さん。いや、私はね、あれだね、やっぱ目死んでる真冬の方が好きだね。なんか真冬って感じがして。ふふ、今週末はその参考書で勉強ね。じゃあ土曜の夕飯は真冬の好きなシチューにしようかしら。え、その本も入れといて、そのシチューの中に。本当？嬉しいな。頑張ってる真冬のために、お母さんも腕によりをかけて作るわね。それじゃあ、あれだろうね、真冬から見たら毒リンゴ作ってるように見えるだろうね、真冬母のシチュー作ってる姿は。早く帰ってきなさいね。うん、分かった。一番やだね、早く帰ってきなさいねって。なんかこのお母さんに言われるの。あ、疲れてるの。帰らなくちゃ。うわー、もうやだやだ、疲れるよね。スクランブル交差点。あれ、何？なんだか駅前がいつもより賑やかだな。なんで？センター街の方でも屋台みたいなものが組み立てられて。最近あれだね、スパイファミリーのなんか宣伝広告いっぱい貼られてるらしいね、街で。あのポスター、ミクが書いてある。ミク？渋谷フェスタ。ああ、渋谷フェスタ、またフェスタやんの？朝比奈さん、ブエナフェスタ。それね、ワンピースフィルム、フィルムじゃなかった、ワンピースストロングワールドじゃなくて、ワンピースあれだね、なんだっけ、スタンピードだ。
あ、ロンゲー美女。やっぱり朝比奈さんだわ。こんなところで偶然ね。なんかこのさ、雫のところかな、顔が急に中から変なの飛び出してプレデターになりそうじゃない。雫がプレデターって言われても私何の違和感もないね。ひなまりさん、もしかして今から帰り？うん、ええ、今日は和菓子屋さんに買い物に行っていたの。プレデタートラップだね。そうだわ、よかったら途中まで一緒に帰らない？何そのお誘い、いいんですか？じゃあどうぞ、メンズファースト。もちろんいいよ。日の森さんと一緒に帰ることってなかなかないから嬉しいな。クラスも違うし、朝比奈さんは部活が終わったら急いで帰っちゃうものね。なんか静香はもう異次元の可愛さって感じがするね。本当に芸能界の可愛さって感じがするね。私は放課後予備校があるからどうしてもそうなっちゃって。なんかどっちかというと外国人見てる感じに似てると思う、雫のなんか私の見方。本当にすごいわよね。朝比奈さんは勉強だけじゃなくて弓道部でも優秀なのに、学級委員もやって、その上予備校まで行ってるなんて。すごいよね、やりたくてやってるわけじゃないのがすごいよね。まず部活もアイドル活動も頑張ってる日の森さんほどじゃないと思うけどね。どっちだろうね。でもな、モンスターペアレントっていうハッピーセットついてくるからさ、これトントンじゃない？なんだか騒がしいね。ステージの設営とかしてるみたいだけど。うん。きっと渋谷フェスタのステージの準備じゃないかしら。あ、こんな街のど真ん中でやるの？それってあそこのポスターに書いてある。え？今週末にあるのよ。今年初めてやるお祭りで、ああやってセンター街に屋台が並んだり企画展が開催されたりするらしいわ。あ、そうなの？歩行者天国でやるのかな。それから野々木公園に野外ステージができて、いろいろな催しが開かれるんですって。へえ。詳しいね、木の森さん。催しが開かれるってなんかトイレのことかと思うよね。催しってトイレのこと言わない？実はね、モアモアジャンプのみんなでその渋谷フェスタのステージに参加することになったの。あ、そうなの？モアモアジャンプで？え、そうなの？え、アイドルとして呼ばれたってこと？ななみんさんっていう知り合いの配信者の人がステージエリアの MC を担当することになって。ななみん、ちょっと調子乗ってる。その人が私たちにオープニングアクトをやってみないって誘ってくれたのよ。多分ななみん浮かれてるね今。やばいね、気をつけな、そのパパラッチとかに。そうなんだ。じゃあ日の森さんたちのグループをもっと知ってもらういい機会になるね。ななみん、渋谷の居酒屋でビール滝飲みみたいな、そういう記事書かれるよ。だからみんなすごく燃えているの。野外ステージでやれるなんてなかなかないことだし、ワンマンライブに向けて弾みがつきそうって。あ、よかった。もう燃えてるは燃えてる、でも炎上されたらたまったもんじゃないよね。よかったね。渋谷フェスタもワンマンライブも頑張ってね。うん。ありがとう。もし時間があったら朝比奈さんも来てくれたら嬉しいわ。あー、真冬行けばいいじゃん、たまには。かわいい。それじゃあ私はこっちだからお別れね。またね、朝比奈さん。うん、うん、またね。真冬が一番好きだな、女性キャラで。バイバイ。すごいね、いつも笑顔を振りまいて。真冬はというと渋谷フェスタか。わあ、なんかいっぱい顔がありそうだね、内蔵されてそう。そんなものがあるなんて知らなかったな。知ったところで私には関係ないけど。ああ、真冬はね行かないのか結局。でもこれ悲しいよね、なんか行動が制限されてるって。誰もいない世界。じゃあ新曲のデモを流すね。うん、これ小島よしおの一発芸流れてきたらみんな驚くかな。そういえばさ、これカイト出てきてないよね、この世界だけ。今回のはこうじわーっと胸にくる感じだな。じわーっと胸にくる。綺麗。へえ。特にバイオリンの音がいいよね。シンプルなのに胸にスーって入ってきて。博士太郎にも同じこと言うのかな。うん、
イメージ湧いてきた。今回もぴったりの絵を描くから待っててね、カナデ。博士太郎には今後、あれだね、アフロで弾いてほしいね、バイオリンを。ありがとう。エナとミズキの MV も楽しみにしてるね。てか、アフロで弦を作って、で、それで弾いてほしいね。真冬はどうかな？気になるところはある？特にない。すぐ作詞に入れると思う。作詞と作曲ってどっちが難しいんだろう。どっちにも難しさあると思うけどさ、どうなんだろうね。よかった。それじゃあ本格的に詰めていくね。おー、オッケー。うん。あ、デモが決まったところでちょっと雑談なんだけど。何急に。秋山みずきの24時ラストデイナイトみたいなラジオ番組始まる。みんな週末の渋フェスって行ったりする？あ、渋フェス？おお、あれって今週なんだ。駅前すっごい混みそうだよね。渋すぎて おじさん辞めるフェスね。ねえ、まあ今年初めてやるらしいからどこまで混むかは分かんないけど、お祭りって大体混むからね。へえ。渋フェス？渋フェス、あ、知らないのリン。うん、もうすぐ渋谷フェスタっていうお祭りがあるんだ。へえ。センター街が北欧車天国になって、リンゴ飴とかクレープの屋台とか、渋谷駅前あたりまでいろんな屋台が並ぶんだってさ。いや、本当に北欧車天国じゃん。じゃああれ、免許地獄もあんのかな、運転免許地獄もあんのかな。楽しそうだね。ちょっと行ってみたいな。そのさ、おさげみたいな服かわいいよね。まあ面白そうかもね。絶対面白いよ。野外ステージでパフォーマンスもあるらしいし。確かに祭りっていう概念ないもんね、ここに。ステージの MC は絶対見たいんだよね。なんてったってやるのがあの有名な元アイドルの、あ、モアモアジャンプ、ななみんさん。ななみんなの。そうそう。って、え、なんで真冬知ってるの？日の森さんが言ってたから。ななみんさんの紹介で日の森さんたちも参加するんだって。ももちゃんもステージに出るの？ってことは朝一でいい場所押さえちゃわないと。相当アイドル好きなんだね。なんか男性アイドルとか好きじゃないのかな。じゃあアイリーやみのりちゃんも出るってことか。それならちょっと見に行きたいかも。そうだね。ファンフェスタの花里さんのステージすごく良かったし。なんかさ、乃木坂とかさ、欅坂とかさ、日向坂のさ、女性ファン、同性ファンはいるじゃん、結構。でもさ、ジャニーズでさ、同性ファンってあんまりいなくない？あ、そういえば前に望月さんも渋フェスに出演するって言ってたな。え、ほなみちゃんって音楽やってるの？シャブフェスとか。あ、そっか、エナは知らなかったっけ。シャブシャブフェス？望月さんはこの前一緒にスポジョイパークに行った星野さんと幼馴染で、バンドも組んでるんだよ。みんなでプロを目指してるんだって。え、これみんなで集合体になるの？もしかして。私集合体恐怖症だから少し無理かも。え、そうだったの？うん、だからちょっと見たいなって思ってたんだ。え、そっか。そんなに知り合いが出るなら、せっかくだし私も見に行こっかな。あ、みんな行くじゃんこれ。お、じゃあみんなで一緒に行こうよ。朝から晩までやってるみたいだし、いっぱい楽しんじゃおう。まあこれいつものパターンで、真冬が、でもその日はって言って、でお母さんに言いに行くんだけど、ダメよそんなところって言って、まだ読めるね私。あ、途中で展示企画の方も寄っていい？好きな画家の展示があるみたいなんだよね。何、好きな画家って。そういうのもあるんだ。私も少し見てみたいな。バンクシー、初めての顔出し。いろいろ見て回っちゃおう。なんかバンクシーがさ、もうちょっとおバカさんならさ、すぐに特定できただろうね。自分の肖像が描いちゃうみたいな。真冬はどう？週末はやっぱり勉強忙しかったりする？うん、私は
ふふ、今週末はその参考書で勉強ね。じゃあ土曜の夕飯は真冬の好きなシチューにしようかしら。後悔しないようにね。な、怖いよこれ。後悔しない。少し考えさせて。海賊の世界かと思うね。ん？そっか。これそうだったらいつでも連絡してよ。いや、モンスターペアレントっていうスタンドがいるからさ、重荷になってるよね。縛りが多い。うんうん、待ってるからね。殴ってきそうだもん。だって反抗すると。来てくれたら嬉しいけど、でも無理はしないでね。あ、優しい。かなで分かった。かわいそうだな真冬。あー、こんな顔しちゃって。ポニーテール引っ張ってあげたいね。あ、渋谷フェスタか。うん、週末は勉強するってお母さんに言ったけど、もうあれだよ、真冬はもう自立した方がいいかもね。まあ、また早いか。あ、朝日奈さん、ちょっと今時間いい？はい、何ですか？絶対あの家にいても幸せになれない気がする。急にごめんなさいね、朝日奈さん。ボランティアって興味ないかしら。ボランティア？ボランティア？え、実は今度やる渋谷フェスタの学生ボランティアを探してる。何？地になった人にボラギノールを塗るっていう仕事？参加者を募集してたんだけど、なかなか人が集まらなくて、よければ朝日奈さん手伝ってくれないかしら。朝日奈さんだったらしっかりこなしてくれそうで助かるんだけど。うん。ああ、勉強で忙しいと思うから、もし無理なら断ってもらって大丈夫よ。あ、どうする真冬？ボランティアで参加すればみんなと。いいね、都合がいいね。どうする？あ、わかりました。私でよければお手伝いさせてください。みんな、あれ、卒業帽を投げよう。ありがとう、助かるわ朝日奈さん。それじゃあ、はい、これがボランティアの概要が書かれたプリントよ。詳しいことは当日の朝にも改めて説明があるわ。何かわからないことがあったらその時に聞いてみてね。待ってください、これハンターハンターの言葉ですよね。わかりませんよこれ。はい、ありがとうございます。ボランティアか、どういう活動をするんだろう。ボランティアね。皆さんには以下の役割のいずれかをお願いします。会場案内、募金、入場者の整理、救護。救護か。ああ、でも救護、どうなんだろうね、真冬。思い出したくないのもあるからさ、救護はどうなんだろうね。救護。うん。やるのかな。経験は生かせるよね、多分。中には何？さて、あ、いよいよ今週末が本番だな、ルイ。つかさだ。なんか久しぶりに見た気がする。つかさ、天魔天魔つかさ。ああ、駅前も飾り付けが進んでいるようだし、当日が楽しみだよ。へえ、これ変人ワンツーって呼ばれてんでしょ。それにしても僕たちが渋谷フェスタのステージに呼ばれるなんてね。え、つかさも呼ばれたの？すごいね。やっぱり明るいだけでなんかポジショントークできるみたいな。しかも協賛としての出場とはな。協賛？協賛枠？え？うん、ね、協賛枠っていうのは、あー、なんだっけ？かわいいな。お兄さんたちからもらったメッセージだと、うん、朝から夕方までが一般応募から選ばれた人が出る一般枠。一般枠？夕方から夜までがプロの出る企業協賛枠みたいだよ。ああ、なるほどね。え、じゃあプロ枠として呼ばれるってこと？なるほど、ねねちゃんありがとう。へえ、すごいね。つまり僕たちはフェニックスワンダーランドの代表として参加させてもらえるようだね。期待をかけてもらっているようで嬉しいよ。あ、待って、今の完璧じゃね。普通に後ろ向こう。その期待に応えて今回も素晴らしいショーにしようじゃないか。ああ、はあ、いいね。え、司のショー見たい。早くメインショー。
俺たちが渋ヘツのステージに立てば宣伝公演と同じくフェニックスワンダーランドの集客にもつながる。気合を入れねばな。すごい団長の意気込みすごいねこれ。そういえば空を飛ぶシーンで装置を改造するとかなんとか言っていたが、それはできたのか？空飛ぶシーンで装置を改造する？ああ、ほぼ完成しているから明日の練習には持っていけそうだよ。ピーターパンみたいなのやりたいよね。じゃあ僕が腕によりをかけて改造したスーパーデラックス射出装置をぜひ楽しみにしてほしいな。何それ、スーパーデラックス射出装置？名前からして少々不穏だが、なんかあれかな、なんだろうな、スーパー射出装置、なんかあれかな、かりんとうを飛ばす装置とかそんなことはないよ。おや、つかさの困り顔、いいいいね、つかさの困り顔で得られる栄養分があるからね、これビタミン F だね。うんげ、あ、東亜もいる。つかさ先輩、上白先輩、どうもこんにちは。何今のうげって、米津玄師さんハマってんの？クエの真似でしょそれ、レモンハマってんのかな。おお、アキトに東亜、変わらず元気そうで何よりだ。はい、まあ態度悪い。はい、もう生活指導。おや、その手に持っているのはもしかして渋フェスのチラシかい？渋フェス？はい、実は今度このイベントの野外ステージに出演することになったんです。あ、みん、やっぱみんな集まるんだねこれ。何？トーヤたちもか？はい、いね。もしかして司先輩たちも出演するんすか？当たり前だ。なあ、フェニックスワンダーランドが協賛しているから、その枠でな。すごすぎるよ、もう一個リードしてるねこっちが。協賛枠で、それはすごいですね。必ず見に行きます。おお、なんか信者って感じするね本当に。トーヤはなあ、大いに楽しみにしていてくれ。必ずや素晴らしいショーにしてみせるぞ。司軍副長みたいな感じするね。それでそちらはどういった経緯で出演することになったんだい？うん、俺の小学校時代の知り合いが渋フェスの運営に参加してるんですが。みんな知り合いいるじゃん、なんでそんな顔広いの？前にそいつに頼まれて夏祭りのステージに東亜と二人で出たんですけど、それが結構評判が良かったみたいで。あれ、あいつ誰だっけ？で、そいつが運営のステージ担当に推薦したとかで、今度はチームで出てみないかって話になったわけっす。ビビバスで出んの？俺たちもライブハウス以外の場所でステージに立つことはほとんどないですから、いい経験になると思って。へえ。なるほど、そういうことだったんだね。うん、にっこりだね。トーヤたちはいつ頃出演するんだ？確かに俺たちは一般枠のステージのラストなので夕方頃になる予定です。こういうのでスケジュールってどうやって決まるんだろう？なんかさ、その知名度とかによっても変わってくるのかな、時間帯で。一般枠のラスト？うん。ぬい、俺たちが出る協賛枠は一般枠の後だったよな。ね、アメリカンズゴッドタレントみたい。ああ、そうだね。協賛枠一発目の僕たちはビビットバットスクワットの次、直後にショーをすることになるよ。あ、そうなんだね。そうなると俺たちは鳥の一方、司先輩たちの前座にもなるんですね。これも何かの運命かな。そうみたいだな。まあ、もしかしたら客は俺たちのステージで満足して帰っちまうかもしれねえけどな。寝言は寝て言えって。大した自信だがそう甘くはないぞ。むしろ俺たちのショーでその日一日の記憶が完璧に塗り替えられてしまうやもしれん。いいぞ、言ってやれつかさ、頑張れ頑張れ。しかしこんな形で青柳くんたちのパフォーマンスを見る機会がやってくるなんてね、とても楽しみだよ。ふーん、ええ、お互い頑張りましょう。なんかいいね。ああ、そうだな。ああ、いいね、笑顔振りまいてる人いいね、やっぱり。え、みずきよ。ほうほう、なるほどね。何してんの？ルイや弟くんも出るなんて、また楽しみが増えちゃったな。ニーゴのみんなにも教えてあげようっと。うん。ああ、なんか、あれだよね。
もう全員絡んでてもさ、おかしくないのに、まだ全員絡んでないの不思議だよね。ただいま。おう、おかえりなさいま冬。ずいぶん遅くまで頑張ってたのね。予備校の授業はどうだったの？医大の対策講座だったからちょっと難しかったな。医大の対策講座もやばい、頭痛が痛いみたいな、そういう緊張感を覚える。でも講師の先生はパターンを覚えていけば解くスピードも上げられるって。あら大変だったのね。でも先生の言う通り、真冬なら大丈夫よ。先生はあれだからね、シャープペンシル両手に持って口にもう一本加えて三刀流で解くからね問題を。週末を頑張りましょうね。せっかく参考書もあることだし、参考書信者だね本当に。そのお母さん、そのことなんだけど。なんでさ、こうやっていちいち行事で緊張しなきゃいけないんだろう。え、どうしたの？あのね。あのね、芦田愛菜だよ。ごめんなさい、今週末はボランティアに参加することになったから勉強の時間あんまり取れなそうなんだ。あのね、昨日まだだよ。ボランティア？どうして今の時期に？参加者が足りないって先生が困ってたの。それでもしよければ参加してくれないかって言われて。チェンソーマン食べてくれないかな、このお母さん。先生が、そう、真冬も勉強するつもりでいたのに大変ね。真冬はしっかりしてるから頼りにされるのはわかるけど、もし負担になるようだったらお母さんから先生に言ってあげましょうか。うわ、余計な。大丈夫だよ。本当にもう医学に特化させて、もう他のことには目をくれないようにしようとしてるんだろうね。え、こんなの視野狭くなっちゃうよね、真冬の。ボランティアって内心にもプラスになるらしいし、推薦の面接でも役に立つと思うんだ。受験するとき有利になるなら無駄になることもないんじゃないかな。不本意だ。そう、確かに受験にも役立つならやった方がいいかもね。あれだよ、お母さんのさ椅子に細工して、お母さんが座った瞬間にもう足が全部折れるようにしよう。真冬が勉強する時間が取れちゃうのはもったいないけれど、必要なことなら仕方ないわ。ごめんね、お母さん。いいのよ、それならまた次の週末にでも勉強しましょうね。じゃあ今日は夕ご飯まで部屋で勉強してるね。いつか爆発するだろうな、真冬。あれ、溜め込んだ海は爆発するみたいなもんだよね。あー、ちょっといいかしら。ん？何？まだ引き止めるの？一緒にボランティアに行くのはクラスの子、学年や学校が違う子も参加するの？私も今日頼まれたばかりだからわからないんだ。どうして？え、もしかして本当に恋愛関係疑ってんのかな？へへ、仲良しの子がいれば真冬もボランティアの仕事がやりやすいんじゃないかって思っただけよ。じゃあ頑張ってね、真冬。ああ、うん。え、なんだろう、うるさいな。真冬の部屋。へえ。え、本当にユキもいけるの？ちょっとさ、あれマジでやばいよね、ストレス値やばそう。夕方までボランティアがあるからその後になるけど、お母さんのさ、そのいろいろと事情を話すたびになんか AED 必要になりそう。そっか、嬉しいな。ああ、もう本当に。にしてもよく説得できたよね。結構難しかったんじゃない？えなな、たまにね飛び出してきてるよ、領域守ってちゃんと区切り線。お母さんには夜までボランティアに行くって話してある。だから遅くなりすぎないなら大丈夫だと思う。なるほどね。それじゃあせっかくのチャンスなんだし思いっきり楽しんだら。なんかもうさ、噴水みたいに真冬から血がドバドバ出てても今日は勉強できるって言ってきそうだよね、あのお母さん。朝とかお昼の部は一緒に見れないかもだけど、夕方からのステージとか屋台とか見ようね。あ、そういえばステージエリアに弟くんとか僕の知り合いも出るみたいだよ。あ、そうだね。え、秋田も出るの？っていうか、なんでそういうこと話さないわけ、あいつ。お
家族に、まあそうか。いろんな曲が聴けそうで楽しみだね、ユキ。うん。よかったね。それじゃあ、私は勉強に戻るから。また、25時に。25時か。25時でもさ、なんかあれだよね。見方によっては、なんか、25時って深夜1時じゃなくて、なんかあれじゃない、アメリカ時間で言えば、なんかまた時間違ってくるよねってなってさ、言い訳できないかな。25時ってアメリカ時間で25時かと思ったみたいな、そういう言い訳できないかな、もしさ、遅刻したら。うん、待ってるね。うん、もう一度だけ確認しておこう。あ、ボランティアは当日9時に野々木公園中央広場に集合。役職の振り分けと説明を受けた後、10時に活動開始。まあ入りはラジオ体操からだね。おばあちゃんいっぱい来るね、タイツの。学生ボランティアは夕方5時まで。夕方から夜は午後の部担当者が引き継ぎます。ああそうなんだね。皆さんには以下の役割のいずれかをお願いします。会場案内、募金、入場者の整理、うん、救護が一番あれかもしれない。仕事は少ないかもしれない。あんまなくない？だってそんなバタバタ倒れるわけじゃないじゃん。まあ倒れた人がいた時はすごい大変だろうけど、渋谷フェスタ、お、じゃーん。今日はここまでにしようか。なんかさ、あれだよね、その何、ショーパン音だっけ、なんかあるじゃん、音波だ、音波、なんか音波みたいにさ、魚って魚とかいるかってさ、音波出してなんか会話とかできるじゃん。このさ、レオニード、なんかあれだよね、もうギター鳴らしただけでさ、何言ってるか分かるみたいな、そういう特殊能力さ、芽生えそうだよね、これから。みんなお疲れ様、いよいよ明日は渋フェスだね。だからさ、先生に、はい、さっきこの問題わかるかって言ったらさ、バーン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 じゃーん、でもう座るみたいな、そういうのもできそうだよね。で誰かが通訳してくれるみたいなね、そのレオニードのメンバーが。そうだね、普段ライブに来ないような人たちも来るって思うと少し緊張するな。うん、いつもとお客さんの雰囲気が違うとドキドキするよね。初めてアネモネとやったライブのこととか思い出しちゃって。もう屋根もね、確かにあの盛り上がらなさは結構こたえたな。でも最終的にはそのライブハウスのお客さんたちにもしっかり曲を届けることができたんでしょ。まあね、だってそれができなきゃもう私たちは何言って白くなっちゃうからね、頭が。だったら今回もきっと大丈夫よ、全力を尽くせばきっと聴いている人の心に届くわ。うん、うん、そうだね。うん、私たちは他のバンドやお客さんのことを知らないけど、一花たちの演奏はすごく良くなってるってことはわかる。だから自信持って演奏してきなよ。ね、いつまでさ、そのさ、安全ピンつけてるの、それ気になってるね、私ずっと。そういうのもさ、流行りそうだね、今後。安全ピン危ないな、でも安全ピンつけるの。ミク、ルカ、なんかあれじゃん、下ピアスとかあるじゃん、安全ピンピアスとかもできそうじゃない、これから。ありがとう。そうだよね、自信を持って弾いてくるよ。なんか可愛いよね、トイストーリーの世界観みたいで。うんうん、ここまで頑張ってきた私たちを信じて思いっきり弾いちゃおう。かわいい、弾いちゃおう。あいつマジで弾くよな。それにしてもびっくりしたな、まさかホナミが渋フェスに参加しようって言うなんてね。あの人ね、実は浮気してたらしいよ。わ、マジで弾くよね、わかるわかる。ホナミはこういうイベントに出るのあんまり興味ないんじゃないかって思ってたから。好奇心旺盛じゃないんだもん、ホナミは。実際渋谷のお祭りってちょっと怖そうなイメージがあったから、ポスターを見かけた時は迷ったけど。あ、でもね、これ別にビビらせたいわけじゃないんだけど、祭りに行ってる人は全員スタンガン持ってるね。でももっとたくさんの人に
私たちの曲を聴いてもらえるチャンスだなって思ったの。さきちゃんの曲はすごく素敵だし、いちかちゃんの歌もしほちゃんの演奏もどんどん上手くなって、もうなんか高校生のあれじゃない気がする。ほなみって高校生のさ、その構え方じゃない気がする。もうなんかベテラン専業主婦みたいな、そんな匂いするよね。やっぱりこんなに素敵なのにライブハウスに来た人にしか聞いてもらえないのはすごくもったいないなって。だからこういうイベントに出たいなって思ったんだ。あー、ほなちゃん確かにね、ちゃんと実力もついてきたんだし、ライブハウス以外にも活動場所を広げていくのはすごくいいと思う。確かにね、あれかもね、なんかリメイクとか好きかもね。ほなみってもったいない精神が強すぎて。提案してくれてありがとう、ほなみ。みんなに私たちのこといっぱい知ってもらおうね。髪型もさ、もしかしたらリメイクしてなんか書いてんのかな。リメイクっていうのはあれだね、一回切ったのをまた貼り付けるね。貼り付けてでまたその元の髪型を再生させるみたいな、そういうのもやってそうだよね。もったいないが強すぎて、だから捨てられないんだよ髪も。この髪そうだね。あ、そういえばシブフェスで配ろうって話してた宣伝用のチラシできてるよ。何？宣伝用のチラシ？うん、出演者は自分たちのバンドを宣伝するチラシを置いたり配ったりできるみたいだから作ってみたの。どうかな。いやこれはさすがに、いやこれだって犯罪啓発ポスターだよ。さすがに尖りすぎてない？すっごくいい感じだね。やばい、もうさっきの感覚まで狂ってる。紺色ベースで星空背景っていうデザインがいいよね。私たちらしさが出てるっていうか。へーだね。さっきのイラストも結構いいじゃん。でしょ、ふん、もっと褒めてもいいんだよ。もうなんかつかさみたいなこと言うね。はいはい、褒めるとすぐ調子乗るんだから。でもやっぱりインパクトがあるのはほなみの絵だよね。まさか自分から描きたいって言うなんて思わなかったよ。なんか踏み絵ポスターとかないよね、自分を踏んでくださいみたいな。あ、そのでも M の人はそういうポスター作ってるかもね。なんか斬新じゃない？結構本当はまだ恥ずかしいんだけど、でもエナさんに印象に残る絵だって言ってもらえたから、私たちを知ってもらうきっかけになればいいなって思って。あ、イチャイチャしてたね。きっと絶対覚えてもらえるよ。ほなちゃんの絵すっごく味があるもん。うん、うん、これってタンポポだよね。すごく可愛いな。タンポポ？え、ミク、これハリネズミじゃないかな。ライオンなの。レオニードのレオから取って。皆さん、これが抽象画というやつですよ。え、これが芸術というものですよ皆さん。ごめん、トゲトゲしてるからついそうだと思っちゃって。ん大丈夫だよ二人とも。明日はこのチラシを配ってレオニードのことを知ってもらって、いっぱい演奏を聴いてもらおうね。わかった。うん、うん、へー、あ、モーマージャンプの世界だ。やってるやってる、はよ。どうだったかな。何この新幹線で横切ったみたいな速さだったよ。すっごく素敵だったよ。ダンスもいつもより息ぴったりで見とれちゃった。へー、この前の合宿で頑張った分がしっかり力になってるって思ったよ。なんかフラッシュモブとかいいよね、すごい憧れるなあれ。特にみのりちゃんのパフォーマンスがすごく良くなってた。あ、そうなの？本当に？よかった。たまにさ、あれだよね、テニプリの龍崎みたいになるよね。りょうまくん。やったじゃないみのり。
グループとしてはまだ調整していく必要はありそうだけど、みのりだけじゃなく全員今のベストは尽くせてたわね。へえ。そうね、これならワンマンだけじゃなくて渋谷フェスタでもお客さんたちに喜んでもらえそうだわ。ワンワン、ワンワンってあれだよね、確か声優長さんだよね。ええ、いよいよ明日が本番ね。まさか朝一でオープニングアクトができるなんて本当にありがたいな。うん、ななみんさんに大感謝だね。ワンマンライブの前にあんな大きな野外ステージに立てるなんて思わなかったよ。なんかみんな有名人になってくね、本当にどんどん大きくなってる、実感するね。だって1年も経ってないでしょこれそうね、明日はあのステージから渋谷中の人に希望を届けちゃいましょう。へえ。ああ、おお、気合入ったわね。まあちょっと入りすぎちゃってるところもあるけど。なんかはるかだけ異常に早いんだけど、なんか私のスマホアンチはるかなんだけど気持ちはわかるな。私も久しぶりの野外ライブだし、ステージが結構大きいからね。そうだね、ドキドキするよ。そうだわ、ちょっと待っててね。何ちょっと待っててって、ペンライト、しずくちゃん、ネギ、しいたけ。お待たせ。ねえみんな、これを一緒に食べましょう。これっておまんじゅう。おまんじゅうか。いらない。昨日買ってきたのよ。みんな最近練習を頑張ってるから疲れが溜まってるんじゃないかと思って。いらないって、おまんじゅうは今で本番中でしょ。確かに甘いものはリラックスできるってめいちゃんやカイトくんも言ってたね。でしょ。ここ最近みんなずっと頑張っていたし、今日はちょっと甘いものを食べて落ち着いてみるのもいいんじゃないかしら。もうビデオ回ってるよ。確かにそうだね、疲れたままじゃいいパフォーマンスはできないし。聞いてる。じゃあ今日はしずくのおまんじゅうをいただいて明日に備えるとしましょうか。はい、はーい、はーい。いいね、なんかみのり可愛いよね。たまに可愛くなるよね。みのり可愛い、あれだな、すごい今の失言だったら、たまに可愛くなるっていうか、たまにすごい可愛くなるよね。じゃあみんな遠慮なくどうぞ。みくちゃんとりんちゃんの分もあるわよ。うん、わー、ありがとう、いただきます。やばいな、顔の輪郭がおまんじゅうに見えてきた。これは確かにリラックスするわね。大丈夫？プロテイン入ってない？いっぱい。ありがとうしずく。プロテインしずくじゃないのこれみんなが喜んでくれてよかったわ。明日もリラックスして頑張りましょうね。は、20日後にはお腹が8個に割れてるよ。8パック。あ、そうだわ。明日もライブの前におまんじゅうを食べるのはどうかしら。なんかプラマイゼロみたいになるよね、本当に。動いた分だけおまんじゅう食べる。それはさすがに、口の中の水分取られるんじゃない？ああ、それもそうね。それじゃあ、温かいお茶を用意して、レジャーシートも敷いて。なんかすごい名言じゃない？食べた数だけおまんじゅうがあるみたいな。あれだよね、動いた数だけおまんじゅうがあるみたいな。あれだよね、人の数だけ愛がある、動いた数だけおまんじゅうがある。これ類義語？いや、ライブ直前にピクニックみたいな真似する暇ないっての。あ、すごい笑ってる。なんだろう、なんか思うことあんのかな。何言ってんだこいつらって思ってるのかな。よし、じゃあ最後の打ち合わせするぞ。最後の打ち合わせ。今回一番注意する必要があるのは動きだ。そこは気をつけろよ。ん？そうだな。明日のイベント渋谷フェスタはステージ自体かなり大きい。いつものパフォーマンスではこじんまりとして見えてしまう。なるほどね。まあ足を踏み外さないようにしろってことね。ステージ全体使って大きく動いていかなくっちゃね。うん、うん、動くのはあんまり得意じゃないけど頑張らなくっちゃ。頑張れとうや。まあつってもそこまで気にすることはねえよ。俺たちは
場所が変わったくらいでパフォーマンスのレベルが落ちるような半端な鍛え方してないからな。へえ、煽りまくるじゃん。言うね。でも私も同感かな。そうだね、いつも通り思いっきり頑張るよ。あれだね、アキトはさ、ステージから落ちてもその地面に顔が平行になった状態でもパフォーマンス続けるからね。ずっと寝転んだ状態でもパフォーマンス続けるからね。うん、じゃあっちに戻ったら実際に。お、何おーって。打ち合わせお疲れ様。アイスコーヒーとアイスティーよ。アイスコーヒーとアイスティー頼んだの誰か。誰。ありがとうございますメイコさん。いつも打ち合わせの場所を借りてしまってすみません。あ、トウヤ、2つとも頼んだんだね。ブレンドするんだ、おしゃれだね。いいのよ、こうやって飲み物を振る舞えるのも嬉しいし。アキト触るな、それトウヤなんだ。それにみんなが真剣に話し合ってるのを見るのって結構楽しいのよ。打ち合わせした後はパフォーマンスも良くなってるしね、見てて飽きないよ。そうそう、むしろもっと来てもいいくらいだよ。すごいじゃんみんな。え、そのやる気はさ、いつもこのバイトで出せばいいのに。ありがとうみんな。あ、そういえば明日参加するステージってアキトの友達の翔太くんって子が誘ってくれたんだよね。誰だっけ翔太って。もう一回、しかも夏祭りの時より大きなイベントに誘われるなんてすごいよね。そうね、しかも鳥なんでしょ翔太が。はい、まあ鳥っつってもアマチュア向けの枠でって感じっすけど。翔太じゃなかった、今こんがらがった情報が。まあ明日は俺たちが一番沸かせますよ。調子乗ってるね、アキト。あー、嬉しそう。ふふ、みんなやる気満々だね。一番沸かせますねつって、あれだからね、ちょっとヤジ入れられたぐらいでアキトはブチ切れるからね。沸かせるっつっても自分の沸点を沸かせるって意味ね。特にアキトはね、やっぱ私たちのすぐ後が先輩たちだから。あー、あ、そういえば私たちのすぐ後がワンダーランズショータイムなんだよね。力みすぎてお腹壊すなよ。まあまあ関係ねえっつったら嘘になるかもな。意識してるよ、これが初恋。あいつらなら絶対半端なパフォーマンスはしねえからな。当たり前じゃん。そういう気持ちの部分で負けてられねえとは思ってる。ああ、そうだな、先輩たちの熱意にも力をもらって全力を尽くしていこう。素晴らしい。もう後輩の鏡。よし、それじゃあお前ら明日も全力でぶちかますぞ。ぶちかますぞってハマってんのかな、アキト。なんか毎回言ってない。あ、ぶちかませー、ポンポンポン。イグジットみたいだね。お、あ、ワンダーランド。ついに。ててれってれれ。ついに、ついに。ついに。ついに明日が本番だ。ああ、いいね、みんなテンション上がってる。いつも以上に盛り上がってるね。ね、よかった、この殺風景のさ、世界にはちょうどいいよね、このぐらいが。いよいよ明日が本番だからな。俺も腕が鳴るぞ。あ、いいね、つかさ、頑張って頑張って。あ、あと、M がはしゃいでるのは。今回ルイの最新作がお披露目だからじゃない。あ、そんなにファンなんだね、最新作の。最新作。うん、さっき司くんが空を飛ぶために使ってた機械だよ。うん、あ、司くんがいつものにシッパーってかっこよく飛んで縛って知れたのってその機械のおかげなの。そうだよ。そうそう、あれ結構すごいよね。なんか最近さ、飛ぶ車とか話題になってるよね。なんか、なんだっけ、万博だっけかなんかで展示されるんでしょ。ああ、以前のものよりも格段に飛びやすく安定している。さすがルイだな。へえ、すごいね。なんか意識も飛びそうだけどね、大丈夫。お褒めに預かり光栄だな。
でもあの装置は飛んでくれる役者あってのものだよ。その通りだよ。僕を信じて飛んでくれる司くんたちがいるから、僕もまた心置きなくこういったものを作れるというわけさ。うーん、ルイ、司くん、明日もよろしく頼むよ。あー、なんかこの二人やっぱすごい絆できてるよね。なんか他には変わらない、なんか異常な絆ができてる気がする、この二人。なあ、未来のスター天馬司、明日も期待に応え全力で。おー、いいね。もしもう少し高く飛びたくなったらいつでも言ってくれていいからね。飛躍しすぎは良くないよ。えい、人が決め台詞を言い切るより先に不穏なことを言うな。楽しそう。あ、ねえねえ、明日うまくできるようにショーのイメトレをしてみようよ。目を閉じてショーをやってる自分を想像するの。瞑想か。え、でも座禅組まなきゃ雰囲気出ないよね。イメトレ、また急だな。前みのりちゃんに聞いたの。イメトレするとすっごくいい感じだよって。やったぜ、私の親友はイマジナリーフレンド。みのり、ああ、花里か。まあ成功のイメージを持つことは実際の成功につながるというし、悪くはないが。うん、まあちょっと面白そうだしやってみてもいいかもね。あ、この司の顔好きだな。ヒンヒンって感じ。ヒンって、なんかさ、あれだね、照明写真撮るときのような顔。ヒンって感じ。やったー、それじゃあ目をギューって閉じて、うん、どう？ずっと笑ってる。どうしたの？うん？M、どうして笑っている？お前の役は冒頭笑うところなんてなかったはずだが。うん、さっきの司くん、お空まで飛んでてすっごいワンダホイだったな。なんかあれだよね、羊が1匹とか羊が2匹のそういう世界観なんだね、 M ちゃんの夢は。お前が俺の役のイメトレをしてどうする。そしてそれはイメトレではなく単純に思い出してるだけだ。なんかメルヘンチックな感じだね、 M ちゃん。何やってんの、もう。楽しそう。みんなやる気十分だな。今回もいいショーができそうだ。うん、おお、ちょっと待って、ちょっとね、一回録画止まっちゃったから戻ってきたね。じゃあやっていきましょう。はい、いいよねこの音楽。なんか入場式でも卒業式でもお葬式でも使えるみたいな、結構汎用性の高い音楽じゃない、あれ。ジャンプフェスタ当日、ジャンプフェスタじゃない何だっけ、なんとかフェスタ。あ、人多い。着いた。ボランティアの人結構いるんだな。あ、モンスターペアレントの娘してんだね。ニーゴのみんなには終わった頃に連絡するって送っておいたし、それまではボランティアに専念しよう。あ、結局救護閣下なの。皆さん、今日は渋谷フェスタのボランティアに集まっていただきありがとうございます。これから担当する業務を振り分けていきますので、指示があるまでその場で待っていてください。この指示、担当業務、なんか大変そう。頭痛いね。もう私はどこの担当になるんだろう。あ、これ指名制じゃないの、ランダム制。なんかカフェで問題になったよね、ランダム制とかさ、して指名制とか、なんかあのランダム制にするとなんかあれ、カフェのそのさ、何、食べ物残しちゃうからみたいな意見もあったね。私よくわかってないんだけどさ、そうなの？道具のチェック終わりました。ボランティアさん、いつでも入ってもらって大丈夫です。どこ行くんだろう、真冬。それじゃあ、こちらから順番に振っていきますね。サイコロでやるのかな？宮増坂女子学園の朝比奈真冬さんですね。今日は参加してくれてありがとうございます。うん、いえ、よろしくお願いします。あ、こんなに何、定例会みたいな挨拶の仕方すんの？では担当ですが、会場案内、募金、入場者の整理、救護、この中でやってみたいものはありますか？え？選べるの結局？何、どっち？選んでいいんですか？何を考えてるの？なんで私たちの心を揺らすの？はい、希望が多くて埋まってたら難しいんですけど、
今ならまだ大丈夫だと思いますよ。好きなものを選んでください。好きなもの、好きなものか。まあ極論言っちゃうと全部好きじゃないんだよねみたいな。あ、すみません、ちょっといいですか。うん、どうしたの。ステージエリアの会場案内で欠員が出てしまったにゃ。よければ何人か入ってもらえないでしょうか。もうすぐ最初のステージが始まっちゃうので早くしないと。そうなの、確かあっちは人手が結構必要だからね。そうなんです、困ったにゃ。どうするの。その私、会場案内をしましょうか。優しい。あー、まあ、ふならできそうだよね。なんなくこなしそう。本当ですか、助かります。でもいいんですか。え、何かやりたいものがあるなら。いえ、大丈夫です。これ言えるのすごいよ。なかなか言えないよね、こういうのって。特にやりたいことはないので。あれだね、学校の席で一番前を先制して取ってくるパターンだね、マフィは。では、朝日先生にステージエリアの会場案内をお願いしようと思います。詳しい動きは移動こちら説明しますね。はい、わかりました。あ、ひょ、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 あ、すごい。あ、こんなステージなんだ。結構色とりどり。ニューヨークかな、あれ。このステージ前エリアが朝比奈さんの担当になります。メインは道案内になると思いますけど、もし具合が悪そうな人がいたら他のスタッフに知らせるか救護テントに連れて行ってあげてください。場所は分かりますか。分かります。はい、テントやお手洗いの場所はもう覚えたので大丈夫です。あれダメだよ、その倒れてる人をトイレに連れて行っちゃう。ありがとうございます、ではよろしくお願いします。トイレに連れてても何の意味もないからね。はい。キョトン顔かわいいよね、真冬。会場案内か、うん、仕事は道案内くらいみたいだし、そこまで面倒なこともなさそう。え、サザエさん方式で行こうよ。サザエさんのオープニングみたいにさ、みんな笛鳴らせばついてくるでしょ。でも、でもなんだろう、この感じ。どうしたの。え、やりたくない。なんだか胸が。な、何、次お母さんのせい。どうしましょう、こっちだったと思うんだけど。え、この声って、ほなみじゃない。あら、ちょっと、朝日奈さん。間違えました、すいません、謝ります。日の森さん、謝礼出しますね。こんなところで会えるなんて驚いたわ。最近ばったり会うことが多いわね。すべて仕組まれていたのさ。うん、でもその、計画通り。ここに来るまでにステージエリアのスケジュールを見てたんだけど、日の森さんたちのステージってもうすぐじゃ。あ、そうなの。あ、そうなの。え、どうしたの。実は朝みんなとステージ裏で待ち合わせて、その時は無事に着けたんだけど、うん、忘れ物を取りに更衣室まで戻ったらステージ裏が分からなくなっちゃって。じゃあとりあえずトイレ行きましょう。あちらです、トイレは。あちらにありますのが女性のおトイレ、そして男性のおトイレでございます。まあどっち使ってもいいですけど、基本的に女性の方入った方がいいですね。そうだったんだ。それじゃあ私が案内しようか。ちなみに男性トイレに入るともしかしたら捕まる可能性があるので、そこはちゃんとお考えて、捕まりたくなければ女性トイレで行った方がいいと思います。え、すごく助かるけれどいいのかしら。うん、うん、実は今日ボランティアで会場の案内をしてて、だからちょうど私の仕事なんだ。へぇ。ステージ裏はこっちだよ、ついてきて。あ、すごい、やっぱ知り合いがいると安心するよね。わかるよ、ステージ裏ここだよ、日の森さん。え、なに。ありがとう、朝比奈さん、すっごく助かったわ。やばい、真冬カツアゲするね、これ。校舎裏来いや、みたいな。みんな、ただいま。ただいま。ああ、みんなここにいるんだ。どこ行ってたのよ、もう心配したんだからね。喫煙所かな、ここ。ごめんなさい、また道に迷っちゃって。
朝比奈さんに案内してもらったの。ん？もう開演まではまだ時間があるからよかったけど、ハラハラしちゃったわよ。朝比奈さん連れてきてくれて本当にありがとう。すっごく助かったわ。どういたしまして。はい、ありがとうございました。どういたしまして。でも大したことはしてないよ。はい、右足左足、はい、前進。いえ、とても助かりました。ありがとうございます。真冬はね、ガソリンスタンドの店員さんを目指してるからね。ところで、雫はどこに行ってたの？うん、更衣室よ。これを取りに行ってたの。何？お菓子。お菓子？もしかしてこれって和三盆？何和三盆って。あ、クローバーの形なんだ。かわいいね。あ、なんかあれ、ラスクじゃないけどさ、あれみたいな感じ。なんかさ、変なさ、和菓子あるじゃん。これをみんなに食べてほしいなって思ったの。和三盆だって。みのりちゃんもだけど、はるかちゃんとあいりちゃんも久々の野外ライブで少し力が入ってるみたいだったから。和一本はかりんとうのことじゃ。昨日みたいにリラックスして私たちらしいステージにできたらいいなって。しずく、まあ、確かにね、緊張ってあんまりいい作用を起こさないよね。確かに和三盆なら小さいし優しい口どけだし、ライブ前にぴったりかもね。メルティーキッスみたい。うん、みんなで食べてリラックスしよう。オッケー。大丈夫、トイレ書き込まないでよ。よし、それじゃ気合い入れ直していくわよ。オッケー。うん、私たちにはオープニングアクトとしてこのステージを温めるっていう大事な役割もある。そのことを忘れずにやりきりたいね。あ、どういうことそれ。椅子を温めるってこと？なんか座席がさ、冷たいからみんなの分温めてあげますよみたいな、そんぐらい寒いのかな。うん、今日も全力で頑張ります。へえ。ファンのみんなだけじゃなく、今日イベントに来てくれる全てのお客さんにも私たちらしく希望を届けましょう。とーおー。桃ちゃんはふわふわしてるな、なんか。みんな頑張ってね。それじゃあ私は。かわいいな、桃ちゃん。あ、朝比奈さん、うん、どうしたの？ここまで連れてきてくれて本当にありがとう。どうしたの？ボランティアの仕事忙しいかもしれないけれど、もしよかったらステージも見ていてくれたら嬉しいわ。え？みんなで希望を届けたいって思ってここまで頑張ってきたから、うん、希望を届けたいか、すごいね。希望を届けたいと思って。来年の24時間テレビのテーマだね。うん、仕事があるから難しいけど、もし見れたら。しずくちゃん、もうすぐだよ。え、これ見れないのかな、なんか切ないね。はい、それじゃあまたね、朝比奈さん。だって常にさ、足かせがついてるようなもんでしょ。だってモンスターペアレントの罪は重いよ。あー、なんかな、切ないな。ななみん生で見られるのすごい楽しみ。今日ってももちゃんも出るんでしょ。ななみんとコラボ配信した時から一緒にライブ出てくれないかなって思ってたから嬉しい。おー、朝なのに結構人集まってるね。人脈って大事なんだね。本当だ。でもぎゅうぎゅうってわけじゃないから、これなら大丈夫かも。大丈夫、テトリス状態になってない。かなでは人混み苦手だもんね。朝なのは帰ってよかったかも。でも人混み好きな人っていんのかな。だって絶対さ、混んでるより空いてる方がよくない？人が好きっていう人はもしかしたら好きかもね、人混み。でも人が好きイコール人混みが好きっていうのも限らないよね。真冬も一緒に見られたらよかったな。今頃どこでボランティアしてるんだろうな。うん、人が増えてきた。道案内の仕事も多くなりそうだな。あー、悲しそう。会場にお集まりの皆さん、おはようございます。ななみん、なんかザ・ユーチューバーみたいなことしてる。すごい声通るね、ななみ。ななみ、元気の声援ありがとう。やっぱお祭りは楽しく
え、ハチミンとキューミンは相棒いないじゃん、今日。今日はたくさんのグループが出るから、みんな楽しんでね。というわけで、まずは元気いっぱいで、私も大注目のアイドル、モアモアジャンプのみんなに来てもらいました。ナナミンはね、1移民から6移民までは昔組んでたんだけど、いろいろ事情があって解散しちゃったんだよね。で、今はね、ナナミン、ハチミン、キューミンで組んでるね。渋谷フェスタに来てくれたみんな、おはようございます。おはようございます、モアモアジャンプです。なれんのかな、人前に出ると。みんな早い時間から来てくれてありがとう。最初だってすごい緊張してたよね、みのりとか。こんなたくさんの人が来てくれてすっごく嬉しいよ。わっ、桃井愛理もいる。ちょっと見に行こうよ。え、見に行こう。ひょえ、なんだかお客さんがどんどん増えてるような。そりゃ増えるでしょ。みのり、人の数におじけづかない。まずは MC アシスタントとしてこの場をバーンと盛り上げるのよ。うん、はい、行きます。どうぞ。皆さん、おはようございます。渋谷シェスタ楽しんでますか？しょっぱだから噛みすぎでしょ。あ、受けてる受けてる。シェスタじゃ昼寝みたいじゃない。みんなで朝っぱらから寝てどうすんのよ。みのりに通じてないよそれ。それじゃあ改めて、私たちのこと知らないよって人もいると思うから、簡単に自己紹介させてもらうわね。うん。モアモアジャンプはここにいる花里みのりちゃん、桐谷はるかちゃん、桃井愛理ちゃん、そして私、日の森雫で結成したアイドルグループなの。大丈夫、増えてないね。怖いよね、これで一人増えてたら。普段は動画配信を中心に活動しているんだけど、今日はナナミンさんの紹介でここでライブをやらせてもらえることになったんだ。ああ、あれだね、モアモアジャンプの定番といえばメントスコーラだね。今日は私たち4人で渋谷フェスタのステージのオープニングを思いっきり盛り上げるよ。よろしくね。楽しそう。やっぱいいよね、アイドルと相性。実は今度ワンマンライブもやる予定なの。今日のライブが気に入ったらそっちの方も来てくれるとすっごく嬉しいわ。営業がうまいな、アイリは。モアモアジャンプのみんな、ありがとう。みんなでオープニング楽しんじゃおうね。うん。それじゃあ渋谷フェスタステージ一発目スタートだよ。ナナミンもアイドルに顔負けしてないってすごいよね。あ、始まった。レテ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 。ん？あの、すみません、ステージって無料で見ていいんですか？はい、どなたも自由に客席エリアに入れますよ。これすごいよね、すぐさま対応できるって。 CA 向きだよね。やった、ありがとうございます。どんどん人が増えてくる。うん。はい。日の森さん、楽しそうだな。ね、ん？何？あ、今猫。ああ、楽しんでないのが気づいちゃったのかな。あ、笑った。手振ってるね、さすがに。ステージからかなり遠い場所にいるのに、すごいな、そこまで見てるんだ。まあ、キャッチコピーがこの目はマサイ族の目だからね。みんなで希望を届けたいって思ってここまで頑張ってきたから。ん、日の森さん、アイドルの活動すごく頑張ってるんだな。いいね。私はやってみたいの、音楽を。真冬かわいそうだよ、なんか後悔しないようにね。何この言い方、後悔しないようにね。なんだろうこの感じ。船出しよう、もう後悔しよう。なんだか胸がモヤモヤする。あんな言い方されたらね、誰だって引っかかるよ。骨が取れないね、胸の。以上、モアモアジャンプの皆さんでした。ありがとうございました。どういたしまして。
なんでみんな言わないんだろうね。ありがとうございましたって言われたらどういたしましてって返事しないよ、みんな。私はしないね。あ、ちゃんとやりきれてよかった。これでモアちゃんのステージ終わりか。お疲れ様みのり、すごくよかったわよ、このコヌン。あ、アイリちゃんくすぐったいよ。うんうん、実際みのりは前より緊張しないで全力で踊れるようになったよね。これも合宿の成果かな。次のステージは盆踊りだね。そうね、お客さんもすっごく喜んでるみたいだったわ。なんだか不思議ね、結成した頃は本当に何もかも手探りだったのに。そうだよね。今はこうやって4人でたくさんのお客さんたちに希望を届けられてるなんて。成長したな。笑ってる。次はついにワンマンだね。ええ、絶対に絶対に成功させましょう。え、次モアモアジャンプのイベントってこと？え、まあよかったね、みんな楽しそうで。てってて、あのこの辺りに自動販売機ってありますか？客席入り口付近にある看板の裏に設置してありますよ。自動販売機、すいません、東小学校のダンスってまだ始まってませんよ。小学生も出んの？はい、あと10分でスタートするので客席エリアでお待ちください。東小学校過去50歳。日の森さんたちのライブがあったからかな、ステージエリアのお客さんが結構増えてる。やっぱさ、なんか顔って大事だね。今はまだそれほどじゃないけど、これから一般枠のステージが始まるし、もっと増えるだろうな。顔って可愛いとかかっこいいとかじゃなくて、あれね、知名度ね。あ、すみません、タイムテーブルが置いてあるって場所ってどこなんですかね？あちらの宣伝コーナーにありますよ。近くなので、よければ案内します。優しい対応。こちらにありますのでご自由にお持ちください。それから出演団体の情報も置いてありますよ。へー、丁寧にありがとうございます、助かりました。いえ、どういたしまして。看板娘じゃないのこれ？看板娘っておかしいけどさ。ステージの方に戻らなくちゃ。こんにちは、今日午後一に演奏するレオニードです。あ、本当にほなみ出てきた。今日午後の部の最初に演奏するので、ぜひ聞いていってください。お、宣伝してるね、バンバン。あれは星野さんに望月さん。あ、同じ学校か。よろしくお願いします。普段はライブハウスで演奏してます。あ、どうもありがとうございます。かわいい、全部のゴミ伸ばしてそう。よろしくお願いします、レオニードです。今日は午後の部の、あ、朝日奈先輩。何、こんにちは、こんなところで奇遇だね。ああ、出会ったのか。朝日奈先輩も来られてたんですね。うん、先生に頼まれてボランティアでね。星野さんたち今日ステージに出るんだよね。一緒にいる子も同じバンドの子。二重人格ってさ、すごい大変だろうね。二重人格って言ってもあれだからね、自然発生的な二重人格じゃなくて人工的な二重人格だから、さらに大変だろうねこれ。はい、はじめまして、日の森志保です。うん、朝日奈先輩のことは姉から聞いてます。姉がいつも弓道部でお世話になってます。あ、弓道部。ああ、日の森さんの妹さんだね。話はたまに聞いてるよ、すごく可愛いって。それほどでもなくない。私はキーボード担当の天間咲です。よろしくお願いします。それ今それほどでもなくなくないって言おうとしたらさ、それほどでもなくないみたいな失礼失礼だ。うん、よろしくね。2年の朝日奈真冬です。志保とさ、あれだよね、雫ってさ、やっぱなんか美人だからさ、二人ともそういう噂流れんのかな、美人兄弟みたいな。すごいね、いっちゃん。朝日奈先輩の話は聞いてたけど、近くで見ると本
あ、やっぱそうなんだね。本人を前にそんなに言うのもどうかと思うけど、でも言いたいことはわかるかな。うん。完璧なんてそんなことは全然ないよ。真冬はな、勉強してないよって言って100点取るタイプだからな。そういえばみんなで何を配ってるの？チラシみたいだけど。勉強してないかっこわからないと言ってないみたいなね。あ、はい。せっかく大きなステージに出るので私たちのことを少しでも覚えてもらおうと思って作ったんです。なんかさ、たまにいるじゃん、そのさ、勉強してるって言わないで勉強してないって言っていい点数取れるって。別に何の矛盾もないんだよね。だって勉強してなくても分かる人は分かるから。チラシとかフライヤーって捨てる人も多いですけど、バンド名覚えてもらうのにはやっぱり役立つんで。うん。私たちの演奏を聞いてもらうためにももっといろんな人に知ってもらわなくっちゃね。へえ、ちょっといい？ストップ。いいよ。そっか、ちゃんと先のことまで考えて活動しててすごいね。もしよかったら私も1枚もらってもいい？うん、はい、もちろんです。どうぞ。女子会みたいになってるね。ありがとう。これはみんなで作ったの？よくできてるね。あ、内容はほとんどほなちゃんが作ってくれたんですよ。私はイラストをちょこっと描いたくらいです。望月さんが？すごいね、レイアウトも綺麗だしすごく見やすいよ。この太陽のイラストも元気いっぱいで可愛いね。あ、それは、これがポジショントークってやつ？そのライオンの絵はほなちゃんが描いてくれたんです。うん。あ、これってライオンだったんだね。ごめんね、太陽だと勘違いしちゃった。やばい、私泣いちゃうかも、この場にいたら。いえ、全然大丈夫です。むしろ分かりにくくてすみません。なんかみんな気遣い合ってるのが見え見えすぎて、なんかそれ泣いちゃうかも私。それよりすごく味がある絵だね。印象に残りそうだよ。本当ですか？よかったです。悪いことじゃないからね、絵が下手って。今の私に言ったね。その、私前まで描いた絵を見られるのが恥ずかしかったんです。というか今もまだ少し恥ずかしいんですけど、でもちょっと前に朝比奈先輩のお友達のエナさんが絵を教えてくれて、ちょっとだけ描けるようになったんです。それでインパクトに残る絵だって言われたから、もしかしたら役に立つかもって。そうだったんだ。そういえばこの前エナが奏の知り合いに絵を教えたって言ってたけど、あれって望月さんのことだったんだ。ああ、みんなでプロになるためにできることは全部やりたいって思ったんです。なんか私あれだね、結構さ主観で見ちゃうからさ、自分が知ってる情報のキャラクターも知ってるだろうなって思い込んじゃうんだよね。なんか そういうのさ気をつけないといけないよね。4人でプロになるってことが私たちの夢だもんね。そのためにも今日は頑張ろう。夢夢のために苦手なことにも挑戦して偉いな。今日はたくさんのお客さんに聞いてもらえるといいね。あー、なんか真冬とは真逆言ってるかもなこれ。はい、ありがとうございます。逆に言えば夢に挑戦できてるっていうことだもんね。あ、そろそろステージ裏集合の時間だ。みんな行こう。裏声よお前ら、肩上げで肩上げ。みんな早い、頑張ってね。早すぎるって今の切り替え。さすがに描写下手くそなアニメーションみたいだったね今の。私のせいなんだけど。なんだろう、またあ、すいません、お手洗いってどちらにあるか伺ってもいいですか？はい、ご案内しますね。この公園が、こちらです。この公園が全部トイレです。へえ、遠くないさすがにトイレ。どこまで行くの？
今さ、成田空港まで行くかと思ったね、真冬。あっちに射的がある。ねねちゃん、一緒にやりに行こう。ねねと来てるいいな。ちょっと待って、 M ってば。楽しそう、 M ちゃんと一緒に行ったらお、二人とも楽しそうだね。司だ。そうだな、やはりこういう祭りムードだと心も浮き立つというものだ。確かに、私はあれだね、司観察官として同行しますね。しかし屋台ばかりでなく、個人が作ったらしい銅像や彫刻がそこかしこにあるな。うん、祭りにこういうものが置いてあるのは珍しくないか。司の彫刻はないのかな。ああ、渋谷フェスタには芸術家支援の面もあるらしいからね。絵画の企画展もあるみたいだよ。だってさ、あれじゃん、ケンタッキーにはさ、カーネル・サンダースのさ像とかたまにあるじゃん。でさ、ディズニーランドにはウォルト・ディズニーの像あるじゃん。なんで渋谷フェスタにはさ、司の像がないの。ほう、それはいい試みだな。私、あれクレーム入りを。お、通りの真ん中にストリートピアノもあるぞ。ステージの後に一曲弾くのもいいかもしれんな。うん、それはいいね。司くんのピアノをまた聴かせてもらおうかな。あ、聞きたい。私もいいよね、司のピアノってなんか希望をくれるね。お兄ちゃんはチャーム食べに行こうわ。おっと、急に駆け出すと危ないよ、気をつけてね。優しいなるい。あ、ぶつかっちゃってごめんなさい大丈夫だよ、きちんと謝れた君にはこれをあげよう。やっぱつかせとるいはうまいね、子供の扱い。わ、風船のワンちゃんだ、もらっていいの。ああ、怪我には気をつけてお祭りを楽しんでね。へえ。はい、ありがとう。また走って。お前、いつの間にあんなものを用意したんだ。というか、どこに持っていた。どこだろうね。教えて、ネタバレしてよ。せめて司にはネタバレしてあげ。ただいま、射的いっぱい当ててきたよ。あれ、二人とも何してるの。うん、こいつの手荷物は一体どこから出てくるんだ。このポケットか、ここか。でもこれあれじゃないの、普通にさ背中から出してんじゃないの。田中脊髄剣。種も仕掛けもないんだけれどね。何してるんだか。あれ、もしかしてそこにいるのルイ。みんな揃ってくね。ん、水木。水木、なんでこんな気まずいんだろう。気まずそう、みんな。どうして。あ、終わっちゃった。よし、続きやろう。なんか切ない音楽よ、本当にこれ。いや、ニーゴの世界観っていいよね、やっぱり。このさ、何、いつもさ、暗いトーンじゃん。これってさ、あれじゃない、あれに似てない、なんだっけ、オールウェイズ三丁目の夕日みたいな音楽じゃない、センター街。にしてもびっくりしたな。何が。ルイたちはショーの準備してると思ってたから、屋台の方で会うとは思わなかったよ。あれ、なんで奏でいるの。あ、奏でもいたの。今の時間は小学校の出し物があったりと、まだステージ裏が混んでいるからね。もう少ししてから行こうと思っていたんだよ。つかさ、つかさ、つかさ、今ね、つかさのタオル振り回してるね、湘南の風みたいに。ああ、なるほど、そういうことだったんだね。ショーは夕方からだから、ぜひ見に来てくれ。夕方という時間帯や、この場所にふさわしいショーになっているぞ。コミュ力抜群。そういえば、そちらは秋山のご友人か。あ、そうか、水木のこと知ってんのか。うん、同じ音楽サークルで活動してる奏とエナだよ。いいな、司リーダーシップ発揮してるね。いや、司がいいんじゃなくて、司に会えるのがいいなって。あ、東雲エナです。あ、エナな。山で遭難した時に助けてくれた上城さんですよね。それから草薙さん、あの時はありがとうございました。遭難せ。いえいえ、僕は大したことはしていませんよ。うん、はい、全然何も。実は裏でめちゃめちゃ自慢してたりね、ルイ。
ネットにさ、もう書きまくって、前女の子助けた、わら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 みたいな。あれ、エナさんとネネちゃんたち知り合いだったんだね。すごい偶然だね。確かに、あ、みんないるじゃん。あ、エムちゃん久しぶりだね。うん。え、エムも知り合いなの？前ね、ちょっとね。うん、お絵かき教えてもらったんだよ。あ、いいね、お絵かき教えてもらったか。なんかいいよね、こうやってくだらない集まりしたいな。かなで、ルイは僕の中学時代からの友達なんだ。フェニランのチケットをくれたのもルイなんだよ。いや、くだらないっていうかさ、あれ、こうやってなんか何でもないのに集まりたいなって思わない？なんかさ、もう変な絵を描こう大会みたいなのでもいいからさ。よろしくお願いします。そういうさ、なんか友達いたらいいよね。先日はワンダーステージまで来てくださりありがとうございます。うん、水木がよく話してるのってルイさんのことだったんだね。ここで知るんだね。うん、それでここにいるのは全員フェニックスワンダーランドのキャストさん。そうだよ、後々有名になるからね。あれ、ツイッターのさ、アカウントに公式マークつくから。はじめまして、大鳥 M です。 M って呼んでください。かわいい。草薙です、どうも。いや、スマップ、あ、ご丁寧にどうも。うん、そしてこの俺が未来のスター、天馬司。以後お見知りおきを。わあ、う、声が大きい。拳が効いてる。ん、この感じどこかで。大丈夫、声が大きくてもなれるよ。多分あれ、耳の細胞がどんどん死んでいけば司に調整できるから、頑張って。もう先輩、声でっかいってば。奏で大丈夫？でっけえでっけえでっけえわ。俺はお前よりボイスでっけえわ。あ、うん、さすがショーしてる人は声が大きいね。張りが違うよね、やっぱり艶の張りも。そういえばフェニランで見せてもらったショー、すごく楽しかったです。あ、見たね、そういえば前。楽しんでいただけたなら何よりです。今日も夕方から公演をするので、ぜひ見に来てください。うん、かなでがルイたちと話してるの、なんだか嬉しいな。あ、友達と友達が話すのね、なんかわかる。それ本当は真冬も紹介できたらよかったんだけどな。真冬はね、今ボランティア中だからね。うん、真冬とは誰だ？え、司と真冬、そうか、交流ないのか。え、見たいんだけど、この絡み。実は僕たちのサークル、もう一人いるんだけどさ、その子、今日は夕方から合流なんだよね。むってなってる、この顔。いいよね、この司の顔。きっとショーは一緒に見れるんじゃないかなって思うけど、できればみんなにも紹介したかったなって。ふーん、あ、それってもしかして朝比奈先輩ですか？あー、そうか、なんかいろいろなんか繋がってくるね、本当に。相関図が出来上がってきてる。そうそう、あ、そっか、M ちゃんは真冬の学校の後輩なんだよね。多分今相関図作ったら網だくじ状態だろうね。はい、そのナイトショーを見に来てくれた時、なんだか元気がなかったから気になって。あー、それ全てね、お母さんが原因だね。朝日の先輩もお祭り楽しめるといいな。好きなもの、音楽、嫌いなもの、お母さんだからね。心配してくれてありがとね、M ちゃん。うん、うむ。ん？そういえば、この前水木たちが来たとき。何？てれてーてるー。あれ、いつこれ？お、かわいい。ん？今日の客入りも上々だね。うん、水木たちも来てくれたようだし、いつも通りいいショーを。ん？何？どうしたの？ M 君？皆様、大変お待たせいたしました。気になっちゃってるね。本日はワンダーランドショータイムのショーを心ゆくまでお楽しみください。なんか芸能人の人を見つけた時の顔みたい。パチ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 。ほら、気になっちゃってる。あの子すごいね。は
早すぎない？うん、あんなに軽々アクロバットができるなんて。アクロバットなんだ。あー、真冬見てたのか。うん、うん。お疲れ様。ねえ、エム、なんか今日すごく気合い入ってなかった？うん、そうだな、素晴らしいアクションだったが。ああ、エム君にしては硬い表情だったね。何かあったのかい？なんかこうやってさ、立ち絵でヘアアレンジとかしないのかな。実はね、今日学校の先輩がショーを見に来てたんだけど、なんだか元気がないみたいで。先輩が笑顔になったらいいなって思ったら、力が入りすぎちゃったみたいなんだ。ちょっと真冬とさ、ハリウッドザコシショウコラボさせてみたいよね。先輩、もしかして開演前に M 君が見ていた子かい？うん、あ、うん、多分その人だよ。うん、なるほどな、そういうことだったのか。3年生いないよね、このあれ、メインキャラクターで。M らしいね。何があったかわからないけど、その先輩、ちょっとでも元気出してくれてたらいいね。うん、うん、そうだといいな。あ、気になってたんだね、ルイ。あの時、M 君が気にかけていた子が、水木の言っていた真冬君ということかな。ワンダショとニーゴが絡まり合っていく。なんていうか、真冬はあの日ちょうど嫌なことがあったから結構落ち込んでたみたいなんだよね。エナナンは？お父さんについてはどう？エナナン、今は愛し合ってる、ちゃんと大丈夫？エナナン、だって いつもさ、エナナン悪口言うからさ。それでエナナン、やばほんとね、エナナン髪型がね、すごいストレート、トリートメントいいの使ってる、もしかして。それサラサラだね。でも今はそこまでじゃないと思うし、そんなに心配しなくて大丈夫じゃないかな。エナナン、エナナン、エナナナン、エナナン、エナナン、エナナナン。そうそう、今日のエムちゃんたちのショーを見たらもっと元気になるかもしれないしね。確かに、自らワンダホイするかもね。そっか、よし、今日こそ先輩をすっごい笑顔にできるように頑張るぞ。むしろテンション上がってステージの上上がってきちゃうかもね、真冬。エム、元気になったみたいだね。司のショー見れる。うん、その先輩とやらも調子を取り戻してきているようでよかったな。ね、司も先輩なんだよね。なんかあんま先輩って感じしないのに、司、いい意味でフラットっていうか平等だよね。平等にして公平だよね、司って。うん、詳しい事情はわからないけれど、 M 君と M 君の先輩のためにも今日のショーは頑張りたいところだね。うん、もうすぐサキたちのライブが始まる時間だ。ステージに向かい、いい場所を確保しなければ。つかさ、サッキ好きだね、本当にいいよね、妹思いって。あ、つかさ先輩たちもこれからステージに行くの？うん、それじゃあ一緒に行こうよ。僕たちも行くところだったんだよね。うん、おー、そうか、目指す場所は同じということだな。なんかいいな、このさ、先輩後輩でなんかタメ口で喋ってんのよくない？それでは、いざ行かん、サキたちのステージ。あ、いいね、行こう行こう。私、あれ、司の後ろついてくね、すぐ真後ろね。わあ、すっごい人だね、テンション上がる。うん、こんなにたくさんお客さんがいるんだね。あれ、レオニートじゃない、あれだね、ビビバスだね。野外ステージだから通行人にも見てもらえそうだな。お、なんだ、ビビってんのか。表の顔と裏の顔がある人、ジョルノ・ジョバーナ。そうなのか、あずさわはスクランブル交差点でも歌っているだろう。それに比べれば少ないと思うが。うん、あ、ちょっとびっくりしちゃっただけだから。大丈夫、ちゃんと歌えるよ。あー初めての野外ステージだけど頑張ろうね、ごはね。頑張れ。天使の微笑み。あそこにいるのって何？あー、ここもつなが、みんなも関わり持ってくじゃん。お、あんじゃん、お父
ステージ見に来てたんだね。あ、これ全員フレンドコンプするんじゃない？他のステージ見んのはいい刺激になるからな。というか、お前の後ろにいるのって…司じゃない、ゾウの上に乗ってきてるんじゃない？おお、お前たち奇遇だな。うん、あ、アキト。アキトたち出るのってもっと後じゃないの？みんな一緒だ。はぁ、ぷよぷよのプロの人もいる。こんにちは。かわいい。プロではないが、久しぶりだな。あ、いいね、トヤの対応。トーヤたちも随分早く来ていたんだな。うん、はい、出番はまだなんですが、あずさわの友人やサキさんも出るということで早めに来ていたんです。あ、これ私の好きなキャラワンツーだね。なるほど、トーヤたちもサキたちを応援しに来たということか。なんかあれだよね、トヤさ、少し目がキリッとしてる。なんか気のせいかな、最初見た時よりさ、なんか目が鋭くなった気がするな。いや、別にそういうわけじゃないっすけど。あ、よかったら一緒に聞きません？この辺空いてますし。オッケー、じゃあ肩車しよう。4段ぐらいに乗せよう。司一番上ね、でトヤがその下で、その下にアキト、あ、その下にルイで、アキト一番下ね。おい、いいね。じゃあ僕たちもこの辺に座っちゃおうっと。オッケー。もう私はいいけど、奏は平気？みんな空気いいすな。あ、うん、それぐらいなら。あ、つかさとトヤはいいよ、別に空気椅子しなくて。エナナは空気椅子な？あ、嘘、エナナはいいね、パイプ椅子に座ってれば。こうやって大所帯でライブを見るというのも楽しいな、アキト。エナナを敵にするとね、全世界を敵にするのと同じくらいの滞在だっていうことわざがあるぐらい、エナナって恐怖心煽るからね。そうだな。何？あ、みんな来る本当に。モーモージャンプ。あっちの橋の方に桃井さんたちもいるな。騒がれないように変装してんのか。へえ、髪色でバレそう。こういう時有名人は大変だな。確かにね。しかし、サキたちのライブを見れるのは楽しみだ。いつもショーと重なってしまって、なかなか聞きに行けなかったからな。有名人ってさ、ディズニーランドとかも行けないんでしょ。だってあれじゃない、騒がれるでしょ。あ、でもあれだね、前ツイッターで浜辺美波さんと橋本環奈さんが一緒にディズニーランド行ってるのツイッターで写真あげてたね。そういえばこの前、いちかちゃんがさきちゃんが作った曲がすごく良かったって話してましたよ。あ、そうなの？おお、そうなのか。それは期待せざるを得ないな。いいね、これやっぱ兄としてのさ、眼差しが強いよね、司って。星野さんの歌楽しみだな。ライブで聞くことほとんどなかったし、うん、へえ、かなでの知り合いがやってるバンド人気なんだね。僕もワクワクしてきちゃった。あれだね、別に極み乙女だね。うん、早く聞きたいな。うん、やっぱり真冬と一緒に聞けないのが残念だけど。ん？いるよ真冬。あ、いた、ぼっとしてるね。あそこにいるのってもしかして。おーい真冬。うん、真冬、僕だよ。もう水木、こんなところにいたんだね。もしかしてボランティアってステージのスタッフとか？うん、会場の案内、ここが私の持ち場だから、うん、やっぱこっちの方が真冬って感じするな私。それならラッキーじゃん。ちょうど僕たちあそこに座っててさ、これなら一緒にステージ見られるんじゃない？確かにね。確かにステージは見えるけど、でも仕事があるから。カカシでも置いておけば。ああ、まあそうだよね。それに今結構大所帯で見る感じになっちゃってるし、そうすると真冬は気を使っちゃいそうだもんね。なんかこれさ、あれだよね、今にロボットがやるようになるんじゃない、こういうさ誘導とか。じゃあまたボランティアが終わった頃に合流しよう。うん、うん、バイバイ。
何やら秋山が手を振っているな。え、どこ？え？どこに振ってるの？ああ、バイバイしてんのか。ああ、やっぱりあの人が。なんか感じるものあんのかな。あ、すいません、手洗いってどこにありますか。はい、この道をまっすぐ進んでもらって。お前の家だよ。え、うん、どうしたんだい、M くん。そんなへの字になっちゃって。先輩、今日も元気なさそうだな。ああ、なんか見えてるんだろうね、心の芯が。え、うん、一見すると普通に見えるけれど、なんか感じ取る時あるよね。 M 君は人の感情に対して敏感だから、もしかすると何かあるのかもしれないな。なんかでも顔引きつってるのとか私もなんか結構気づくかも。なんか何、表面上笑ってもちょっと本当は楽しそうじゃないなとか。それに人の心の内はそう簡単にはわからないものだからね。なんかあれだよね、普段さ一緒にいればいるほど気づくよね、そういうのって。自分の気持ちさえわからないことがあるんだ。他人を勝手に押し量るのは良くないな。うん。おお、サキたちのライブが始まるぞ。サキ、頑張れ。いいね。誰よりも声大きいからね、これマイク使わずに。拳かかってるし、お、聞こえてるのかな、先頑張れって。大丈夫、近いに。皆さん、こんにちは、レオニードです。あ、来た。ほとんどの人が私たちのことを初めて見ると思うので、この機会に覚えてもらえたら嬉しいです。なんかあれだよね、今おそ松さんやったらプロセカのパロディとかやんのかな。どうも、レオニードですみたいな。実は最初にライブをやった場所も野外ステージだったんです。あの時はすごく緊張して声も震えたりしちゃったんですけど。あ、そうなんだね、入れ歯取れちゃったみたいな。でもそこでいろいろあって4人でプロを目指そうって覚悟を決めることができたんです。みんな夢に向かって頑張ってるね。うん、それから自分たちで曲を作ったり歌詞を書いたり、うまくいかないこともたくさんありました。でも誰かの心に響く演奏をしたいという思いは誰にも負けません。だってこれ言っちゃえばシンガーソングライターでしょ、やってること。どれも私たちの思いがいっぱいに詰まった曲なので聴いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。なんだろう、どういう歌だろう。ワン、ツー、スリー、フォー。てん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 、あー、これか。かっこいい。確かにね、金髪にしてほしいね、一回。あれ、いちか。星野さん、前よりすごく上手くなってる。もう私が教えてもらいたいくらいだな。新宿ツアーにしてほしいね、いちかの髪。迫力あるよね。前に聞いた時よりもずっといい発声になってるし、かなり練習したんだろうな。いやね、いろいろあったんだよね、本当に。内部事情が厳しすぎてさ、ちょっと戦争状態だったんだよ。それで成長したね。ベースもレベル高えな。うん、ああ、リズム隊の連携も取れている。それに曲も胸に迫るものがあるな。やっぱわかるんだね、すごい。さすが絶対音感。これは奏が押すのもわかる。可愛いし、すっごくかっこいいもん。あ、奏押してるのこれ。星野さんの歌声も力強くてすごく綺麗だけど、バンド全体の演奏もすごいな。ごめん、これっつっちゃった。あれ、レオニード押してるんだね、奏。望月さんも他のメンバーもここまでかなり練習したんじゃないかな。いや、そうだよ。心に響く演奏か。現状維持では後退ばかりであるって、ウォルト・ディズニーの言葉だねこれ。サキ君たちがプロを目指してライブをしているとは聞いていたけれど、これは想像以上だね。ほなみちゃん、かっこいいよ、ワンダフォー。
やばい、これマイクの音すら激化してかき消してそうなさ、あれだよね、音量だよね、 M ちゃんの。ゆいぞー、サキー、泣いてる、レオニード、あー、つかさー、頑張れ。はい、今はまだ全然ですけど、ああでもいつか私たちの思いが届くような曲を作って、その演奏で誰かの心を揺さぶることができる、そんなバンドになりたいんです。へえ、また胸が羨ましいのかな、一体何、母がいなければな。みんなお疲れ様、今日すっごくいい感じだったね。さきとエムちゃんの絡みまた見たいな。うん、会場も盛り上がってたし、合宿練習で身についたことしっかり活かせたね。いちかの声、野外ステージでもかなり遠くまで届いてたよ。客席の向こう側の人にも聞こえてたみたい。そうなんだ、にっこり。うんうん、お客さん楽しんでくれててよかったな。ほなちゃん、渋フェスに出ようって提案してくれてありがとう。どういたしまして。さすがマザーテレサ、やっぱりいろいろとさ計画してるんだね、普段から。何考えてるか分かんないね。今のバンドよかったな、なんて名前のバンドだ。あ、言ってる。あ、それならさっきチラシもらったから分かるぞ。レオニードってバンドらしい。ライブハウスで演奏してるんだってさ。へえ、たまにはそういうのを聞くに行くのも面白いかもな。またファン増えたね。すごい、チラシで私たちのこと覚えてもらえてるよ。誘導成功。本当だ、ありがとう、ほなみ。で、こっから、こっから宗教の勧誘までつなげるからね。それにしてもこの絵なんだ、ウニか。え、タワシの絵じゃないのか。うん、やっぱりライオンには見えないんだ。抽象画といえばね、なんとでもなるからね、絵って。まあまあ、おかげで名前覚えてもらえてるみたいだしさ。うん、そうだね、これからもこうやっていろんな方法を考えて、たくさんの人に曲を聴いてもらえるようになりたいな。そうですね、みんなこの調子で頑張っていこう。オッケー。へえ、なんか楽しそう、みんないつもより生き生きとしてるよね。続いてはベリーダンスチームです。皆さんよろしくお願いします。え、なにこのジャングル系の音楽。でからどこのチームもレベル高いね。ゴリラが踊ってそう。そうだな、聞いたところによるとオープニングのライブも素晴らしかったらしい。あ、そうなんだね。まあ、桃井さんたちのグループか、朝練で見逃したが、せっかくだし見ておけばよかったな。やっぱあれだよね、ジャンルのベクトル違うよね、全然どのチームも。私もみのりちゃんやはるかちゃんのこと見たかったな。次は絶対みんなで見ようね。うん、うん、でも午後一のレオニードもすごく良かったよね。かなり盛り上がったし。確かに良かったね。昨日寝てて喉死んでたら最悪じゃない。あれー、今の、みたいな。そうだね、パワーがあったっていうか、今日一番盛り上げるぞって気持ちが伝わってきたな。全員歌の声が天竜源一郎みたいな。なあ、うん、何、どうした。悪い、ちょっと抜ける。なんで。あれ、アキトどこ行くの。翔太から音源の確認頼むって言われてな。行ってくる。翔太なら俺も。うん、いや、これくらいならすぐ終わるだろうから、お前らはここで見てろよ。すぐ戻る。へえ、ありがとう、行ってらっしゃい、しののめくん。おお、なるほど、
こういったダンスもあるのだな。勉強になるぞ。これあれだよね、なんかあるさアニメだとここでさなんか交通事故あって不幸な目に遭うみたいなあるよね、そういう展開も。でも夜フォージャーなら車を止めちゃうからね。つかさんなんかブラスバンドみたいなのやってるの見てみたいな、私吹奏楽部やってるところ見たいな。あ、それじゃあ私と一緒に。どうしたの？急にすごい風、びっくりした。あ、それ横のおじさんがやってるね。なんか風が強くなってきたな。天気予報は晴れだって言ってたのに。おじさんが30人であれ女の子に息かけてるね。そうだね、そろそろ出番も近づいているし、着替えついでに点検をしてくるよ。点検？え？点検？うん、スーパーデラックス射出装置の点検さ。ジャンプするときに突風が吹いたら大変だからね。射出の勢いを少し抑えようと思う。へえ。司くんたちはステージを楽しんでいて大丈夫だよ。せっかくサキくんたちとライブを見られるいい機会だしね。あれ、一人ずつ抜けてくね。じゃあこれからあだ名ウソップね。ん？確かに、うん、じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。ありがとう、ルイ。じゃあね、ウソップ。あ、それなら私がついてくよ。お手伝いする人がいた方が早く終わると思うし。ほーありがとう。それじゃあ M 君、一緒に行こうか。ねねとつかさ、あんまなんかないコンビだよね。ああ、頼んだぞルイ。なんか私的にはルイとねね、エムちゃんとつかさみたいな感じがするわ。ステージ裏。ん？ふむ、この風の強さはやはり心配だね。何？点検に来たのは正解だったな。射出の勢いを調整せずにいたら本番で怪我をさせてしまうかもしれない。ああ、なるほどね。怪我しちゃったら悲しいし、みんな笑顔じゃなくなっちゃうもんね。ルイ君、何か手伝えることある？カーテンみたいに床にさ司型の穴が開いて終わりじゃないもんね。それじゃあそっちの工具箱からドライバーを取ってもらってもいいかな。うん、了解、どうぞ。ありがとう。ん？この風の強さとこの風向きならもう少し射出力を弱めてと。指で確認しないの、風の方向。うん、これで問題ないだろう。でも使う前に一度試してみないとね。あ、私が試しにやってみる。でっかいさ扇風機用意して相殺すれば風を。いいや、僕がやるよ。司くんの体重に近いのは僕の方だろうしね。あ、確かにね。そっか、分かった。じゃあ怪我しないようにマット敷くね。 M ちゃん可愛いな。ああ、ありがとう M 君。それじゃあ危ないから装置から離れていてほしいな。うん、うん。では早速スイッチを入れてと。これ壊れるんじゃね。3、2、1。あ、成功した？うわー、すごいすごい、ルイ君すっごく綺麗にシュタってしてたよ。足首ひねってたらどうしようありがとう、問題なく目標地点に着地できたね。出力も問題なさそうだ。でも念のためもう一度試しておこうかな。うん、3、2、1。うわ、嫌な予感する。まずい、風で体勢が。ルイ、うわ、ルイ君大丈夫？無茶すんなよ。ああ、と言いたいところだけど参ったね。着地の時の強風で少し怪我をしてしまったようだ。大変だね、舞台装置作るのって。どこが痛いの？手や肘だね。倒れた時にすりむいてしまったよ。うわ、あとは右足首をひねってしまったようだ。
ショーまでに痛みが治まるといいんだけど。それ病院行った方がよくない？マジで。すぐ手当てしないと。でも今ので分かったよ。不意の強風程度ならここを調整するだけで問題ない。これなら着地時さえ気をつければ安全に。ルイ君、今はルイ君のこと心配しなくちゃダメだよ。うん、ルイ君が怪我しちゃったら私もみんなもニコニコショーできないよ。うん、ああそうか、すまない M 君。そういうとこあるよねルイ。ただそこまで重症というわけじゃないよ。消毒液と絆創膏があればなんとか。どうしたの？困ったな。足の痛みが思ったより強い。だってかなりの高さからあれひねったんでしょ。そりゃそうだよ。そうだ、救急箱ってどこにあるのかな。あ、それよりルイ君を保健室みたいなとこに連れてければ、うん、翔太のやつだいぶ忙しそうだったな。運営ってのも大変な。ってあれ、あんたなんでこんなところで座り込んでんだよ。うん、いやあ東雲くん、見苦しいところを見せてしまってすまないね。変わんないなこういうとこ。あ、アキトくん、よかった。あのねルイくんがピューンってする装置を直してたら風がピューンってなって怪我しちゃったの。うん、でも救急箱も保健室も分かんなくてどうしよう。ああ大鳥、まずは落ち着け。保健室ってあれか、救護テントのことか。そうそうそう。あ、それそれ。ああでも大丈夫だよ。東雲くんたちももう少ししたら本番なんだ。僕一人で。怪我なめしたら痛い目に遭うよ本当に。待ってるけど。ルイくん、仕方ねえな。上白先輩、肩貸しますよ。うん、いや君だって本番が近いんだ。そんなことをしてる場合じゃないだろ。まあそうっすけど。でもルイ君がこのままじゃショーができないよ。それはスカザ来てくれないかな。あんたいつか言ってませんでした、ショーを成功させるためならどんな手でも使うって。まあね、今の僕にとっての最優先事項はこの式のショーを成功させることだ。うん、今君を承諾させるためならどんな手でも使うよ。君を怒らせても悲しませてもね。なんかルイって司に感化されてるよね。僕はそれを悪いとは思わない。うん、ならこういう時は人を使うもんじゃないっすか。なんか正直最初の印象ってルイ結構子供っぽいなって思ったんだよね私。確かにそうだね。それじゃあお言葉に甘えようかな。ワンダショーに入ってから人柄変わったよねルイ。それでいいと思いますよ。で救護テントはどこだ。うん、どこだったっけ。朝日奈先輩ならここのボランティアしてるから救護テントの場所もわかるかも。うーん、朝日奈というとさっきの。確かあの辺に。あ、朝日奈先輩。あ、あふ大鳥さん。うん、へえ、繋がった。なんかいろいろ救護テント、ここが救護テントだよ。おう、ありがとうございます。朝日奈先輩、誰運んだんだろう。どういたしまして。それにしても本番前に怪我なんて大変でしたね。お大事になさってください。なんかすごいメンバー集まってるね。はい、どうもありがとうございます。じゃああとは担当の人に。あれ、めちゃめちゃ胃もたれしそうこのメンバー。誰もいませんね。あ、ほんとだ。なんでだろう。あ、胃もたれっていい意味ね。
もしかすると別の場所で事故や怪我があったのかもしれないね。あ、そうなの？マジかよ。せっかく来たってのに。ショーに間に合うのか？仕方ない。いざとなったらこのままでも出るよ。穴を開けるわけにもいかないしね。大丈夫？腫れてないのかな？でも歩くと痛いんじゃない、うん、包帯でも使って固定できりゃいいんだが、さすがに備品を勝手に使うのもな。いないの？よかったら私がやりましょうか。うん、ボランティアスタッフは必要な備品は使ってもいいって参加要項のプリントに書いてあったんです。あ、そうなの？それに捻挫は早く手当てしないと悪化するので。結構高い位置から落ちたんでしょう？ありがとうございます。ではお願いします。なんか100連続捻挫とかないのかな。そのもう歩くたびに捻挫する人、そういう症状あったら嫌だよね。わかりました。大谷さん、一緒に救急セットを探してもらってもいい？多分近くの棚にあると思うから。うん、はい、了解です。この人なんか見たことあると思ったが、確かエナと一緒に曲作ってる。ああ、真冬か。先輩、発見しました。救急箱です。ありがとう、大鳥さん。使えそうなものはと。なんかメルヘンチックだね。リカちゃん人形の世界みたい。まあ、しっかりしてそうな人だし、あとは任せて大丈夫そうだな。うん、東雲くん、君のおかげで助かったよ。本当にありがとう。もう出番も近いだろ。君たちのパフォーマンスの準備もあるだろうし、戻ってもらって大丈夫だよ。うん、そうっすね。それじゃ俺はこれで。じゃあね。ああ、このことを司先輩と草薙に伝えときましょうか。いや、どうなんだろうね。ああ、いや大丈夫だよ。本番前に心配をかけるような真似はしたくないしね。言うと思った。幸い僕は今回脇役で動きも少ないから、司くんたちの演技の足を引っ張ることもないと思うし。いや、そういう問題じゃないっつうか。え？いいもん作りたいならいろいろ一人で抱え込むなってことですよ。これ前にも司に言われたよね。そうだね。それじゃあお願いしようかな。よし、他に伝えておくことはありますか？うん、そうだね、すぐに戻るから心配しないでほしいってことを伝えてもらいたいな。オーエース。わかりました。じゃあまたステージで。ああ、また。それじゃあ準備ができたので手当てをしていきますね。メス取り出したらどうしよう。ああ、上白です。じゃあ上白さん、症状を確認しましょうか。ここを押すと痛いですか？そうですね、少し痛みます。やっぱり軽い捻挫みたいですね。冷やしておきましょう。同い年だよね。先輩、ありがとうございます。なんか大人の会話だね。ルイ君、ショー出れるといいね。大鳥さんたちはそのために来てるんだもんね。できれば安静にした方がいいと思うんだけど。確かに。とりあえず今は安静にして患部を冷やすようにしましょう。すぐ氷嚢の準備をするね。乳首も少し黒いですね。ありがとうございます。すみません、助かります。へえ。はい、できました。すぐに動かすのは良くないと思うので、ショーの時間まではこの状態でじっとしていてくださいね。これさ、なんか習うのかな、それとも真冬だからちゃんと分かったのかな、手当ての仕方。朝比奈先輩すごい、手当てシュパパーって終わっちゃった。うん。大したことはしてないよ。あ、こういう時はライスで治療するって覚えておくといいかもね。ライスで治療する？ライス？ご飯ですか？レスト、アイシング、コンプレッション、
エレベーション。捻挫や肉離れの時の手当ての手順なんだ。覚えておくときっと役に立つと思うよ。なんかトグロ兄弟ならなんか筋肉増強させて治しそう。おえ、本物のお医者さんみたいね。先輩、それってどこで習ったんですか？ああ、これ結構地雷じゃないかな。医大の受験勉強をしてる時に偶然知っただけだよ。地雷じゃなかった。ああ、朝比奈さんは医師を目指されているんですね。それならこの手際の良さも納得です。やばいやばい、あんまり掘らない方がいい。そこ、え、まあそうですね。うわ、悲しそう。ん、やっぱわかるよね。なんか、すいません、急ご飯の人いる？焼きそばの鉄板でちょっと火傷しちまったんだけど。あ、すみません、ちょっと待ってもらえると。え、どこだね。いえ、あの人を優先してもらって大丈夫です。僕は擦り傷以外ほとんど処置をしてもらっているので。うん、ありがとうございます。すぐ戻りますね。怪我の範囲が広いですね。隣の流し場に行きましょうか。あ、そんなに？すまないね、助かるよ。いででで。で、大丈夫ですか？やけどは後になるので急ぎましょうか。なぜか心臓だけ焼けてたりね。あるよね、心臓の内部だけ焼けてる。ん、先輩、ちょっとだけ本当みたいに笑ってる。え、ほん、今の違い分かんなかったの？僕にはそこまで変化が分からないけれど。うん、うん、でも確かに最初見かけた時よりも柔らかい雰囲気があるような気がするな。はい、できました。これで大丈夫だと思います。でも念のため病院を受診してくださいね。お嬢ちゃん、すごいな、ありがとう。本当に助かったよ。いえ、お役に立てたならよかったです。夜勤をそそのやけどのところに。これはただの憶測だけれど、うん、もしかして彼女は医師というよりは。おお、よく真理にたどり着いたルイ、さすが。その通りなんだよ、医師というよりはなんだよ。パンチや、あれだね、長すぎて一回区切ったね。よし、これからやろう、私のやりたいこと。私のやりたいこと？渋谷フェスタ、九国テント。すみません、お待たせしてしまって。捻挫の方は大丈夫ですか？はいよ、ラーメン30杯で許してあげるみたいな。はい、処置していただいたおかげでだいぶ痛みも引いてきました。あー、なんかワクチンとか打ったのかな、腫れワクチン。そうですか、よかったです。んー、じゃあ残りの擦り傷にガーゼを当てておきましょうか。こんなにあちこちすりむかれて一体何をされていたんですか？いやー、まあ、紐なしバンジーと言っても過言ではないことを知ってたね。ああ、今日ショーで使う射出装置の調整をしていたんです。射出装置？射出装置、そうだよ、クロワッサンを出す機械じゃないからね。はい、それに乗るとビヨーンって大きなジャンプができるんですよ。そうだね。でもさっきルイ君がテストしてる時にビューって強い風が吹いて。そう、クマのプーさんがさ、風船に乗りながらあの風に飛ばされていく演出と同じだね、これ。それでこうした怪我をしてしまったんです。うん、そうだったんですか。ショーをやるのって大変なんですね。まあ、結構命がけよ、ショーは。ええ、確かに大変なことが多いですね。大道具作りや運搬も体を使いますし、今日みたいに天気が不安定な日だと装置の調整も必要ですし。やっぱシルクドスレイユってすごいんだね、相当。ですが。でもでも、すっごく楽しいですよ。ああ、みんなと一緒にやるショーは一番楽しくて、大変でも毎日だってやりたいくらいなんですよ。なるほどね、まあ確かに楽しさが勝てばさ、苦痛も耐えられるよね。特にルイ君が考えてくれる演出はどれもワクワクしてすっごくワンダフルなんです。あ、いいな。え、Mちゃんさ、その腕につけてるやつってそれ重り？もしかしてそれ片方で30キロぐらいあるね。ああ、そうだね、うん、やりたいと思えるショーを存分にできて僕も幸せだよ。うん、やりたいと
思える。ああ、真冬には理解できないのか。またあのもやもやした感じ。うん、悲しいな。朝日奈先輩、どうかしましたか？ちょっとね。あ、ううん、なんでもないよ。うん、でも素敵だな。大鳥さんも上白さんもやりたいことに向かってまっすぐ努力できてて、うん、私はそういうの全然なくって。なくってっていうかできないんだよね。え、うん、どうしてそのように思うんですか？うん、どうしてどうしてかな。なんとなくですかね。心のありかが分かってないよね。うわ、もうなんかすごい悲しそうな顔してる。なんとなく周りを見ていて、なんかあれだよね、モンスターペアレントってさ、あれでしょ、なんか虐待とかもそうだけどさ、その相手を痛めつけて相手が悪いだって洗脳させて被害を訴えさせないとか、なんかそういうのもあるらしいね。みんなで希望を届けたいって思ってここまで頑張ってきたから、うん、みんなでプロになるためにできることは全部やりたいって思ったんです。そう思ったんです。私には本当にやりたいことなんてないって。後ろにお母さんがいればそれは誰だって恐縮しちゃうよね。あれ、私ちゃんと笑えてる？あ、全然笑ってない。朝日奈先輩、ないということもないんじゃないですか？あ、待って、真冬とルイって似てるかもね。真冬もさ、今やりたいことあるけどできない状態じゃん、実際に。でルイもさ、昔やりたいことあってみんなとワイワイやってたんだけど、そのさ、危険性が証明されちゃって、でもうやらないってなったじゃん。危険性が証明されててじゃないの、あれだな、それはさすがに危ないよって、まあ、勝手な先入観っていうかさ、まあ当たり前のことなんだけど、で怖がられちゃってもうやりたいことができなくなったっていう状況あったじゃん。なんかやりたいことができないっていう点ではさ、それともあれじゃない、共感できるんじゃないかな。なんとなくで恐縮ですが、朝比奈さんにはやりたいことがあるのではないかと思って。うん、あるけどできないんだよね。そうですか、そんなことないと思いますけど。うん、もしかすると気づけていないだけかもしれませんよ。ハサミ持ってる、え、横、これも横の真冬だよね。ハサミ持ってる、これメス入れてたわけじゃないよね。すごいおしゃれ、真冬いいな、その格好。実は僕は昔自分のやりたいことが分からなかったんです。うん、いや、分かってるつもりだったんですが、本当は全然分かっていなかったと言うべきでしょうか。ああ、すべて司がさ、あれだもんね、背負ってくれたもんね、その重圧とかも。僕は最初自分がやりたいショーを作れれば幸せだと思っていたんです。たとえたった一人でも。うん、でも本当は僕のやりたいことを同じようにやりたいと思ってくれる誰かと一緒にショーをやりたいと気づいたんです。そうだよね。気づけなかったのは諦めていたからです。どうせ自分のやりたいことを一緒にやってくれる人なんていないだろうと。司って本当に天使なんだね。じゃあルイにとって。でも仲間に出会えて、本心を問われて、ようやく本当の気持ちと向き合えました。やばい、司の株が上がっていく、どんどん。ルイくん、うん、それで思ったんです。本当にやりたいことを自覚するのは思った以上に難しい。確かにね、本当にやりたいことって言うのも勇気いるよね。実際
だからもしかしたら朝比奈さんもそうなのではないかと思ったんです、うん、私はすみません、自分のことばかり話してしまいましたね、うん、いえ誰でもそうじゃない。手当てありがとうございました。これでいい賞ができそうです、うん、それならよかったです。でもあまり激しい動きはしないようにしてくださいね。痛みがぶり返してしまうかもしれませんし、うん、ええ、お気遣いありがとうございます。あ、そうだ、人ってさ、ただでさえやりたいことを言うのに勇気いるじゃん。でもその上で、あのモンスターピアレンドっていうもう一つの壁も立ちふさがってるからさ、真冬はもう完全に八方塞がりだよね。朝比奈さん、よかったら僕たちのショーを見に来てくれませんか。水木たちと一緒に、うん、とびきり楽しいショーにするとお約束します。それから実は今回のショーはさっきの僕の話と少しリンクしている部分があるんです。あ、そうなんだ。だから朝比奈さんは他の人より少し親しみやすいかもしれません。ノンフィクションより面白いエンターテインメントはないよみたいな。でも、うん、朝比奈先輩、私も先輩が来てくれたら嬉しいです。笑えるようになるのかな、真冬は。先輩が笑顔になれるようにいっぱいいっぱい頑張ります。うん、時間が合えば、うん、やったー、ありがとうございます先輩。無茶を言ってしまってすみません。よろしければぜひ。なんか司に似てきたよね、ほんとルイって。それじゃあ僕たちは失礼します。手当て本当にありがとうございました。そうか、本当にやりたいことを自覚するのは思った以上に難しい。まあね、これは言えてるわな。だからもしかしたら朝比奈さんもそうなのではないかと思ったんです。うん、やりたいこと、バカにされるとかいう恐怖症もあるよね。なあ、ステージエリア行こうぜ。アマチュアだけどすごい実力派なんだよ。もうこんな時間なんだ。ビビバス？ボランティアは5時までだから。ああどう、ルイ、エム、どこだ？返事をしろ。喉潰さないでね。どうしよう、もしかして何かあったんじゃ。うん、司先輩、草薙。お、アキト、ルイとエムを見なかったか。装置の調整をすると言っていたんだが見当たらなくてな。ずいぶん時間かかったね。多分1メートル50秒ぐらいで済んでたね。それなんすけど、実は。あ、説明したのか。何？ルイが怪我だと。ああ、救護テントにいるって私たちも行った方がいいんじゃ。こうしてはおれん。早速ルイのところに。心配だよね。落ち着いてください、上城先輩はすぐに戻るから心配しないでほしいって言ってました、うん、それに今日の役なら問題なくこなせると。だがあいつは無理をしてそう言っている可能性も。あ、心配性の司出てるね。だとしても上城先輩はいいパフォーマンスするために最後まで調整してたんすよ、うん、なら先輩たちはショーのためにできることをして待ってた方がいいんじゃないですか。これで司さ、うん、分かったって言ってルイの方走っていったら面白いよね。確かに私たちが救護テントに行っても見てることしかできないしね、うん、それに M も付き添ってくれてるし今は信じて準備しない。そうだな、俺としたことが取り乱してしまった。あ、つかさのこのおとなしく好き。よし、ねね、気を取り直してショーの流れの最終確認をするぞ。おお、うん、軌道修正したね。
もう大丈夫そうだな。うん、それじゃあ俺は戻りますね。司先輩たちのショー期待してますよ。オッケー。うん。あ、その前にアキト。どうしたの？何ですか？ルイを救護テントに連れて行ってくれたこと、心から礼を言う。ありがとう。あ、そうだね。助かったね、これ。それから、ルイのためにも落ち着けって言ってくれたことも、すごく助かった。うん。どうも。まあ別に大したことはしてねえよ。じゃあな。あ、まあ確かにね。ごめん、褒めすぎたね。バイバイ。笑ってる。実はワンダ社入りたいなって思ってないかな。あ、マフィード、飽きてんの？どこだろう。あ、5時以降の門限破るって決めたんだね。いいよ。水木に話しかけられた時はあの辺りにいたけど。あ、5時以降の門限じゃないね。あれだね。あのアルバイトする時だけそのフェスタにいなさいみたいな言ったよね、お母さん。さあ、ついに一般枠ラストです。最後を飾るのはストリートの新鋭ビビットバットスクワット。え、ナナミン、これノーマイクでやってんの？あ、おーい、真冬。あ、来た。あ、いいな。お人数で行くのがいいよね、こういうのって。ごめん、遅くなった、うん、大丈夫だよ、ボランティアお疲れ様、うん、今からちょうど弟くんたちのステージだよ。間に合ってよかったね。うん、そういえば夏祭りの時は相棒くんと歌ってたけど、4人で歌うとどんな感じなんだろうね。ハモリだよ、オペラ。あー、まだなんか気がかりあるのかな。いよいよだね。お客さんも盛り上がってるみたい、うん、この調子で、うん、これ以上に盛り上げていきたいよね。洗脳されちゃってるよね、真冬。ああ、ああ、アキト、大丈夫か？うん、お、おう、調子の方はバッチリだ。あ、心配してんの？だが、ん？ああ、悲しそうな顔。あいつまだ戻ってきてねえみたいだな。そろそろ危ねえ時間だが。あんな顔する司見たくない。おーい、みんなー、アキト、この着信音欲しい。おい、みんなって、うん、遅くなっちゃってごめんね。授業中さ、あれだね、その廊下に出しといて、でそのさ、時間が経つと、おーいみんなーっていうボイスがさ流れるように設定して、で授業中にそれが鳴ったとするじゃん。先生さ、見るかな、そっちちゃんと。え、誰か来たって。もう怪我は大丈夫なのか？うん、ああ東雲くんから聞いたんだね。でも手当ても終わったし、今は大丈夫だよ。ああ、ただあまり激しい動きはできないと思う。要所要所の動きを少し変えさせてもらってもいいかな。あ、そうなんだ。それならこっちでも最低限の動きにできるようにちょっと考えておいてよ。巨トン顔だ。うん、間に合ったみたいだな、東雲くん。さっきはありがとう。君たちのパフォーマンス楽しみにしているよ。あ、元気じゃん。え、オロナミン C 飲んだのかな。アキト、上城先輩と何かあったのか？うん、ああ、まあちょっとな。ようやくしすぎ。先輩、俺たちの方が沸かせるんで覚悟しておいてくださいよ。マイク切っとこう。言うね。よし、それじゃあお前ら全力でぶちかますぞ。あ、出た、全力でぶちかます。いつも言う。おー、いい顔だよ、トーヤ。やっほー、ビビットバットスクワットだよ。みんな盛り上がってる？うんうんうん、全力で行くからついてこいよ。素晴らしい。うん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 、もうクラブだよね、これ。セットというより小羽がチームで歌ってるの
初めて見たけど、すごいな。声の力強さが他とは全然違う。あ、そうなんだ。トウヤ君も全然知らない人みたい。可愛い、この純粋なファン可愛いな。すごい、ビリビリするくらいの迫力だわ。アキト君も夏祭りの時よりずっと上手になってる。へえ、成長してんだね、ちゃんと。すっごい迫力だね。すごいな。やっぱ実力派なんだ、ビブラスって。まだまだ、こんなもんじゃねえぞ。でんでんでん、お、すごい、湧いてる湧いてる。会場が完全に東雲くんたちの空気だね、うん、これだけのパフォーマンス、並大抵の努力でできるものじゃない。頑張ったよね、ビブアス。東雲くんたちも相当無茶してきたんだろうね。確かにね。すごい歌声、耳が痛いくらい。でも30秒後にはもう誰も聞こえてなくなってるみたいな。ん、楽しそう。へえ。大変でも楽しい、大変だから楽しい。渋谷フェスタステージ裏。取り消すよ今の言葉。もう先輩、うん、お疲れ様。鳥にふさわしい素晴らしいステージだったよ、うん、どうも。次は先輩たちの番っすね。うん、ああ、期待してくれたまえ。皆さんご準備お願いします。はい、それじゃあお前たち行くぞ。すごい、お行儀いいね。入って、うん、うん、いいね。頑張れ頑張れ。いよいよお兄ちゃんたちのショーだ、楽しみだな。どんな感じなんだろうね。ヘネランでナイトショーやってる子たちなんだって。あ、ワンダショー、シブフェスでも見れるなんて嬉しいな。みんな楽しみにしてくれているみたいだ。知名度バカ上がりしてるよね、ワンダショー。それに真冬ね。ああ、そうだね。来てもらえたようでよかった。実際のところ、彼女に届くかどうかはわからないけれど、うん、今日も最高のショーにしよう。何かに引っかかってくれるといいね、真冬の。それでは、ワンダーランズショータイムの皆さん、よろしくお願いします。たまにあるよね、その MC を巻き込む型のショーとか。ショーなんだろうな、ワクワクするよ。だから例えばタモリさんが MC やってたら、そのタモリさんの格好を他の人がして、もうタモリさんがどこにいるか分かんなくするとかね、うん、だ、逃走中のハンターみたいになるみたいな。タモリさん、あるところに一人の悪魔がいました。 M ステの時のタモリさんさ、逃走中のハンターに混じっててもバレなくない？え、水曜日のダウンタウンでやってほしいの。悪魔の役目はただ一つ、人間を堕落させること。ここからは私喋りません。なのでその悪魔も何人もの人間を堕落させてきました。しかしついについに千人の人間を堕落させたぞ。いい声。これは悪魔界でも例のない快挙、皆が俺を褒めたたえることだろう。かっこいい。しかしどうも最近はあまりに簡単に行き過ぎて張り合いがないな。目標の千人も達成してしまったし、何かないものか。もっと楽しいことは、うん、楽しい楽しいお祭りだ。うん、なんだ、あそこに随分小さくて弱そうな悪魔がいるが、弱そうな割には機嫌が良さそうだ。おい、ハロウィン系か。お、
か？お前何をやっているんだ？ずいぶん楽しそうにしているが。ああ、僕は今からお祭りを作ろうと思ってるんです。お祭り？ああ、なるほどな。悪魔を称える祭りを行って人間を堕落させるのか。ミッド様、司。違いますよ。僕はただ堕落とかそういうのは全然関係ない。みんな元気いっぱいハッピーになれるようなお祭りを作りたいんです。はあ？悪魔の作る祭りといえば堕落させるためのものだろう。凶楽的な催しをして人に真面目に生きる気力をなくさせるという。でもそれ飽きちゃったんです。最後はみんなグデグデになっちゃうし、きっとハッピーなお祭りが作れたらとっても楽しいですよ。そうだ、よかったら一緒に作りませんか？というか作りましょう。みんなハッピーになる悪魔のお祭りをレッツゴーです。ん？おいおい、強引すぎるだろ。今のいつものお兄ちゃんとエムちゃんみたい。可愛いやりとり。悪魔って設定でもあの二人がやると全然怖くなくて面白いな、うん、先輩、新入り連れてきましたよ。これでお祭り作りがはかどります。あ、私です。へえ、私たちみたいな変わり者がまだいたんだね。一体どんなって、ちょっとこいつ最近千人を堕落させた悪魔のエースじゃない。なんでこんなところに？いや、こいつに急に連れてこられたんだが。ダメじゃない。人間の堕落に関係ないハッピーなお祭りをやるなんて知れたら偉い悪魔に目をつけられるっていうのに。うわぁ、でもこの悪魔さんも暇そうだったから一緒にやったら楽しいかなって思ったんですけど。そういうことじゃないの。もしバレたら地獄の牢屋に閉じ込められて地上に行けなくなるって言ったじゃない。そうでしたっけ？そうなの。いい加減覚えなさい。なんてバカな連中なんだ。しかし、うん、涙出てきた。司がよくやってて。ここにある飾りや衣装はお前たちが作ったのか？あ、うん、私が昔ついて回ってた人間がお祭りの時の衣装とか作る人で、その人間は私が堕落させる前に病気で死んじゃったんだけど、残った衣装はすごく素敵だったから真似して作ってみたの。そしたらだんだん楽しくなってきて。なるほどな。まあ暇つぶしには良さそうだ。手伝ってやろう。あ、いい顔してる。この顔好き。え、本当？力を貸そうじゃないか。まあ飽きたらこいつらのことを上に告げ口して褒美をもらえばいいしな。わ、悪い、ひどい悪魔だよ。いつもの司くんみたいな悪魔さんに見えたけど、悪そうな演技が上手ね。うん。さて、それではまず何をすればいい？俺にかかれば大抵のことはすぐ終わるぞ。じゃあ、お祭りのメニューの考案はどう？お祭り？ああ、任せろ。そうだ、せっかくだから人間を酔わせて。人間を魅了する薬は入れないようにね。あ、花火を打ち上げる装置を作る仕事もありますよ。あ、花火職人？面白そうだな。その程度なら俺の魔法で。ただ危ないから魔法は禁止ですよ。これはなかなか面倒だぞ。いつも思うけど、司さんってエムちゃんたちに振り回されてる時の演技がすごく上手だな。そこは同意だな。つうか、あれって素じゃねえのか？あ、近いよね、S に。味の素。
ふむふむ、万能で悪い悪魔が変わり者の悪魔と一緒にお祭りを作っていくうちにお祭りの楽しさに気づいていくって話なんだね、うん、ってことはそろそろ。お、あの人来た。いやあ、最近ついに1000人を堕落させたんだって。おめでとう。うん、ああ、何、俺の手にかかれば大したことではない。そうだろうとも。しかしどうも最近はあまり地上に行っていないようだね。何をしているんだい？シェルター暮らしのアリエッティだから。それは、まあ休養を取っているんだ。最近は少々働きすぎだったからな。クッパ城とかもこういうさ威厳のある音楽流せばいいのに。ふう、なるほどね。神城さん、自然に歩けてる。我慢してるんだろうな。足は大丈夫そう。大丈夫なの？やめろ、離せ。ここから出してください。どうして私たちがお祭りを作ってることがバレたの？秘密にしてたのに。やっぱりこんなことだと思ったよ。たまにいるんだ、君たちのような悪魔が。ん？悪魔のくせに人間を喜ばせようなんて考える愚かな悪魔がね。ならば問うが、お前は人間を堕落させて楽しいのか？それがお前のやりたいことなのか？人事が入れ替わってる。やりたいこと、楽しい楽しくないの問題じゃないよ。僕たちにはそういう役目があるんだ。はあ、そんなものが優先されるのはおかしいだろう。役目など関係ない。俺は、俺がやりたいから。好きに叫んでいるといいよ。処罰はもうすぐ下る。くそ！一体どうすれば。お祭りの道具も全部ここに持ってこさせられたってことは、これも全部捨てられちゃうのかな。お祭りの道具、そうだ。何？どうしたの？え？これだ。俺が作った花火を打ち上げる装置。何をするの？これで地上に脱出する。できるの？それでマリオ。すげえ。さすがに無茶でしょ。確かにここは天井のない奈落の底の牢獄だけど、パイレーツオブカリビアンのさ、ジャックスプラを超えようことしてなかった？地上に届かずに落ちてきたら死んじゃいますよ。うん、それでもいい。俺はやりたいんだ。お前たちと一緒にこの祭りを。まずは俺が行く。お前たちはもし俺が成功したら後に続いてくれ。やりたいからやるね。行くぞ。1、2の3。すごいメッセージ性のある物語だね。どう？つかささん飛んでる。すげえ。あ、ここで使うのね。ステージの照明よりも高いところまで。へえ。マジかよ、すげえな。うん、飛んだ。すごい。すごいね。すごい。どう？やった、地上に着いた。着いたぞ。お前たちも上がってくるんだ。なんだ、牢屋に誰も。なぜ？おい、俺たちはここだ。どうやって地上に。打ち上げ花火の装置置いといたんだね、牢屋の中に。さあな、
ともかく俺たちはこれから祭りをやる。お前ももし一緒にやりたければ来るといい。いつでも待っているぞ。待ってるよ。まさかあんなもので逃げられるとは。しかしやりたいことか、うん、探してみるのも悪くないかもしれないね。心変わりした。早っ。というわけでようやく俺たちは地上に着いた。魔法を使ったとしか思えない。さあ今こそ祭りのスタートだ。頑張れ頑張れつかさ。こうして悪魔たちの祭りは三日三晩続き、たくさんの人間を笑顔にしたのでした。めでたしめでたし。拍手しよう。私も。司さんたちのショーすごく面白かったね。挑戦してみる面白さを表現したのかな。渋谷フェスタという場にも協賛枠のトップにもふさわしい内容だったな。うん。衣装もすごく良かったわ。雰囲気も良かったし、たまにはああいう小悪魔的なのもいいわね。なるほどね。うん、面白かったね真冬。一緒に見られてよかったな。ね。あ、そうだね。うんうん。弟くんたちの歌もルイたちのショーもすごかったよね。お。なんか感じ取ったかな真冬は。あ、会いに来てくれた。あ、司来た。こっち向いて。こんばんは。僕たちのステージはどうだったかな。最高だったよ。司先輩が空を飛ぶシーン感動しちゃった。ルイよくあんなに高く飛ばす機械作ったよね。うん。え、あれ自作なの？あ、はい。ルイはそういうの全部自分で作ってるんです。自作自演です。うちの演出家は天才だからな。飛ぶまでそわそわしてたくせに。そういうことをここで言う必要はないだろう。たまひゅんするね。たまひゅん気まず。ああ、笑ってるみんな。話も盛り上がっているところですが、司が笑ってくれるだけでみんな笑顔になる。改めてお礼を言わせてください。今日ショーができたのは朝比奈さんのおかげです。ありがとうございます。そうだね。え、うん、あなたが手当てをしてくれたおかげで思い切りショーをやることができた。うん、僕にとってショーはとても大切なものです。だから助けてくれたあなたには感謝してもしきれない。先輩本当にありがとうございました。おお、お礼が後回しになってしまいすみません。感謝します。おかげで最高のショーができました。ありがとうございました。よかったらまたワンダーステージに見に来てもらえたら嬉しいです。本当にありがとうございました。あ、いえ、力になれたなら何よりです。それから、うん、ショー良かったです。おお。ん？なんだかいつの間にか仲良くなってるような、うん、そうみたいだね。よかったね。あ、見たいステージも終わったし、そろそろ屋台とか展示見に戻らない？真冬もあんまり時間ないんでしょ？うん。うん。うん。すごい、急に変わるね。よーし、それじゃあレッツゴー。どうなんだろうね。なんかお母さんに対してのさ、その何、挑戦心とかさ、増したかな？お母さんへの挑戦？よし、早速いろいろ見て回ろっか。どこ行こっかな。うん、あれ、あそこにカワソいる。私は絵画展も見れたからどこでも大丈夫だけど。あ、うっそ。真冬はずっとステージの近くにいたみたいだし、屋台の方に行ってみたらいいんじゃないかな。フランクフルトとか食べたい。それでいいよ。オッケー。あ、終わったんだもう。
も人が少し減ってきた。これなら歩きやすいな。あ、終わってなかった。昼はうじゃうじゃいたもんね。ゆっくり回れそうでよかったな。確かに、あれ逃走中のハンターならもう積んでるよね。真冬大丈夫？疲れてる？うん、そういうわけじゃない。今日のことを少し思い出してただけ。今日のこと？そう、日の森さんたちのステージを見て、星野さんたちと会って、上白さんの手当てをして、それから、うん、ないということもないんじゃないですか。なんとなくで恐縮ですが、朝比奈さんにはやりたいことがあるのではないかと思って。ないと思わせてる感じだよね。私のやりたいこと、うん、私にはそんなもの。真冬、うん、あれ、あの子どうしたのかな、迷子？ぽいね。さすがに放っておけないし、ちょっと声かけてみようか。ウィンガちゃん、ウィンガちゃん、ウィンガちゃん。ねえ、大丈夫？もしかしてお母さんたちとはぐれちゃった？ワン。お、びっくりした。私なんか変なことしちゃった？顔にびっくりして。あ、エナ、その子膝すりむいてる。痛くて泣いてるのかも。あー、かわいそうに、連れてこう。え、あ、ほんとだ。お母さんもいないし不安だよね。うん、じゃあまず救護テントに連れて行ってあげた方がいいのかも。でも座り込んじゃってるし歩けるかな。担ぐのはさすがに難しそうだし。難しいの？そうだ、救護テントから誰か連れてくるのがいいかも。場所は。誰かいんの？救護テントに。お母さん、会いたいよ。私は、僕にとってショーはとても大切なものです。だから助けてくれたあなたには感謝してもしきれない、うん、先輩、本当にありがとうございました。うん、私はどう？真冬、大丈夫？おお、話しかけた。立てる？うん、痛いの？花壇のところで転んじゃって。そう、痛かったね。うん、傷口はそこまでひどくない。誰か水を持ってない？あ、うん、さっき買った水があるよ。まだ開けてないやつ。あ、冬って介護の世界行きたいんだっけ？貸してもらっていい？後で返すから。うん、うん、っていうかそれくらいあげるよ。ありがとう。まずは水で傷を洗い流す。え、それ口つけてないよね？それからハンカチで軽く拭いて、絆創膏、うん、あとは、まあ、全部飲まないでね、それ水。ああ、よかったね。痛いの痛いの、飛んでけ。呪いかけてるみたい。え、引いてるみんな。まだ痛い。いいツーショットこれ。なんだろうな、なんか真冬変われるのかな、これから。あれ、痛くない？よかった。あ、やばいね。お姉さんすごいね、ありがとう。あなたの神経殺しちゃうぞ。この間ね、石ナースのあれキャッチコピーだね。どういたしまして。いいっす、よかったね。真冬楽しかったかい、今日は。あ、お母さんだ。え、あ、女の人が走ってくる。嘘、三頭身。
ここにいたのね。よかった。あら、もしかして怪我してたの？うん、でもね、このお姉ちゃんが手当てしてくれたの。そうだったのね。すみません、よくしてくださって助かりました。いえ、大したことは。これつまらないものですが、はい、100万円。お姉ちゃん、ありがとう。バイバイ。バイバイ。あ、バイバイ、かわいい。今のも増えかかった。サービスショットだね、みんな。うん。どうしたの、みんな。なんか、真冬がすごい、他人と関わってんの、いいよね。なんか、嬉しくなっちゃってさ。うん。嬉しく。どうして。何？あんた、また自覚してないわけ？今までは自分のことで手一杯だったよね、真冬って。あの子にありがとうって言われて、真冬、少しだけ笑ってたんだよ。うん、笑ってた。どうして？これかな、真冬がやりたいことって。そういえば、うん、さっき上白さんや大鳥さんにありがとうって言われた時も、少し胸がすっと軽くなった。感謝されるのが嬉しいんだね、真冬は。まあ、みんな嬉しいと思うけど、なんでなんだろう、うん、あの子も無事にお母さんを見つけられたことだし、私たちもお祭り回ろっか。お母さんね。そうだね、真冬もあんまり時間ないし。あれ、何？みんな、渋谷フェスだ。楽しんでるかな？え、出てきちゃってる。大丈夫これ？うん。え？お、スクランブル交差点の方でミクが映ってるよ。ま、うちのミクとは全然違うけどね。恐ろしいのこれ、ドッペルゲンガー。やっぱ一回会ってほしいね、どの世界線のミクにも。せっかくだから、今日はみんなで最後まで思いっきり楽しんじゃおうね。おいえす。私も今日はみんなと一緒に楽しむためにたーくさん歌っちゃうよ。ミックミックにしてやんよ、お前もお前もお前もミックミックにしてやんよ。とりあえずね、顔を変えるわね。確かに違うけど、でもちょっと似てる気もする。顔一緒だもん。え？ああやって歌で誰かに寄り添ってくれるところが似てるなって。共通点探せば誰でも見つかるよね。確かに。じゃあミクもああ言ってくれてることだし、最後まで楽しんじゃおうね、うん、だね。真冬は何かやっておきたいことないわけ？私たちは行きたいところ大体回ったから、どこでもいいんだけど。確かにね。やりたいこと、あれは？エナナのその悪口をまとめた悪口用語典っていうのがあるんだよね。私のやりたいことは、うん、あれ？何？ん？真冬？どうしたの？うん、ピアノの音が聞こえる。つかぞ？本当だ。どこからだろう。何？あ、あれじゃない？あそこにあるストリートピアノ。ほら、ちょうど今弾いてるし。ピアノ。私、音楽はもうやめるよ。アンジェラ・アキが救世主ってか。じゃあこのシンセはもういらないわね。お母さんが預かっておくわ。勝手に預かるな。あれから楽器らしい楽器に触れてなかったな。 あのシンセサイザーどうなったんだろう。やっぱりもう捨てられたのかな。真っ二つに折ってるかもね。真冬、ピアノを弾きたい？うん。すごく真剣に見てるからやりたいのかなって思って。確かにね。やりたい。やりたいの？うん。あ、やりたいんだ。少し弾いてみたい。やってきな。いいんじゃない？うん。うんうん、真冬のピアノ僕も聴いてみたいし。お、ちょうど席も空いたみたいだよ。行ってらっしゃい。うん。
真冬のさ手に全部鍵盤くっついてたらどうしよう。帰ってくる時には。あれ、この曲奏での？しかも真冬が初めて笑った時の曲だね。真冬、うん、思い出の曲なんだね。思い出の曲。ねえ真冬、私も一緒に弾いていいかな？デュエット？奏でがやりたいなら。ありがとう。それじゃあ隣座るね。やっぱ価値観合う友達って最高だね。うん、綺麗な音色。はあ、シブフェス楽しかったね。あれ、天魔教授、司だ。何してるの？ん？このピアノの音は、うん、あ、かなでさんと朝比奈先輩。なんかホワイトクリスマスって感じするよね、この音楽。ストリートピアノを弾いてるみたい。綺麗な音だね。あー、なんか鳥肌やば。うん、夕暮れ時にふさわしい憂いを帯びながらも美しい音色だな。すごいレビュー力。朝比奈先輩すごい。うん、おしゃれだよね。ねえねえレイくん。うん、うん、なんだいエムくん。先輩もいつか一番やりたいこと見つけられるといいね。ね、ああそうだね。うん、はあ、真冬、やばい、鳥肌が。何、どうしよう。あー、やばい、もう動けないかも。細胞が興奮してるね。今楽しい？うん、わからないけど、うん、もう少しだけこうしていたい。やっば、何この物語。すっごいあったかいんだけど。そっか、うん、それじゃあもう少しだけ弾いていこうか。やば、真冬どんどん好きになっていく私。うん、うん、へえ、なんかいい物語だったな。もう最後にお母さん出てこないのが最高だよね。終わります。